まりました。はいはいはい。おぎはぎのメガネビーキが始まりました。はい、始まりましたよ。はい、始まったんですが、はい、おぎさん。はい。またまた取られましたね。取られたね、俺ね。これ、うん、活動再開してるんですね。リーク、リークさんの方は。そうね、今年になってやっとね、やってますね、これ、ね。やっぱこの辺で裁判をやられてから、はい、かなりね、静かにしてたんですけども、はいはい、ようやくちょっとほとぼりが冷めた頃にまたリークされましたね、これね。しっかりね、やっぱやってきましたね。これもね、やっぱあれを、小島、リーク小島の方から、誘いありましたから、ね。いや、だってこの記事をまずね、はい、読んだこのリスナー。はい、フラッシュですね。まず、ピンときてるでしょ、フラッシュ。うん。おぎと、小島さんのダブルデートって時点で、はいはい、心をピンときてますよね。完全にリーク小島のリーク。そうなんですよ。それ以外ありえないんですから。うん、まあ、前回フライデーでしたが、フラッシュにもリークがするあれがあったんですね。ねえ、そういうの持ってんだね、コネをね。コネあるんですね。どうなんですか、これ。これはね、もうちょっと今回のこの写真で確実に俺はリーク小島だと睨んでるわけですよ。おお、なるほど。これはね、まあ、はっきり言って外でご飯食べることなんて、うん、たくさんありますよ。あれからずっとありました、いろんなね、外を食べることは。あ、え、どういうこと？いろんな人と食べに行くことはあるんですよ、外に。いろんな人と。だからもうその奥さんとでもそうですし、ああ、奥さんの友達とかと一緒に食べたりとか。ああ、まあ、外食ってことね。外食を食べる。いろいろ外食してると。はい。で、この時のね、この4人なんて、前回撮られた動物園、そしてその後に、まあ、あの人失敗した八景島シーパラダイス。ああ、はい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 。そして、これですよ、はい。あれからまだ2回ですよ。2回目の4人の食べたものがこうやって写真に載るんですよ。これこの4人でしょっちゅう食べてるんじゃなくて、じゃないんですよ、これ。え、動物園で撮られたのあって、うん、その後八景島シーパラダイ ス行って、あれはもう失敗になりましたけど、失敗になったけど、その次の次ですよ、4人の4人のデートがこれなの。これなんですよ。が撮られてるっておかしいでしょ、まず。おかしいわ。でね、この写真見てね、俺もうパッと気づきましたよ。これね、小島さんいないんですよ、この写真に。このね、俺写真に俺と小島さんの彼女が喋ってる写真なんですよ。これはそうそう、小木と小島さんの彼女が喋ってますね。ですよね。え、小島さんと小木の奥さんどこにいるの？俺の奥さんは、俺とその小島さんの彼女の間にいるんです。でこれね、ちょっとね、隠れちゃってるの、背がちっちゃいから。あ、この間にいるんだ。いるんですよ。そして本当は小島さんもいるんですよ、ここに。リークどこにいるの？え、リークはね、写真撮りに行ってると思うんですよ、これ。これちょっと見て思ったの、俺。これ写真撮ってますよ、これ。リーク自ら今回自ら撮ってるでしょ、これ。ここだって、カメラマンが来てるんじゃなくて、はい、リークが。でもほら、でもその下にちっちゃく小木とリーク小島が、そうですね、ブルゾンを着ながら席を立ってるところも抑えられてるよて。はい、これ出口にね、いました、男性の方がいた。怪しい男性がいましたよ。ああ、それあのね、なんていうかな、これ、出る時ね、まあ俺がお金をこう払ったんですよ。この、まあ、この記事通りね。この記事にはおぎおぐおおったと書いてますよ。先に小島さん外出てるんですよね。で俺まあこうお金払ってますが、ちょっと遅れて出ます。はいはいはい。でちょっと先に小島さん行ってますから。ええ、多分そこでなんか会話が、そこでカメラを引き渡してるのかもしれないし。あ、撮ったカメラを。カメラを。映るんですか、なんか撮ったカメラをさっと渡したか。あ、それかデジカメかなんかを預かってて、うん、撮ってそうパッと。そう。受け出す時間はあったわけね。あったんですよ。行って、また一回戻ってきましたからね、俺の会見のところに。だから多分そこから戻ってきて、俺と一緒に出るところは多分、これ、撮ってんですよ、これ。なるほど。いましたよ、男性が、そういえば。リーク、これ自ら写真なんだ。自らですね。やるね。やりますね。これだね。俺がなんかこういうの言ってるでしょ、この知人を、後日、小木知人を介して、小木かく、うん、介して確認するところ、うん、その、嫁との写真を撮って何が面白いの、うん、店内でエッチなことし始めて大変だったぐらい書いてほしいよ、と。うん、まあ、こんなようなことは、うん、俺、言ったら小島さんしか話しません、これ。あ、これ本当に言った会話なんですか？会話っていうか、まあ、こんなような感じですよね。こんなことな、確かにね。なんでこんなの、この写真なんて面白いんだろう、ね。全然面白くないのに、こんな写真撮ってもしょうがないじゃん、みたいな。そうそうそう。だったらもっと変なこと一緒に写真撮ってほしいよ、ぐらい。うん。なことを、小島さんにしか言ってないのね。そう、まずマネージャーから電話かかってきました。うん。
小木さんフラッシュ出るらしいですよと。おああ、いつのっつった時にそのこのお寿司屋さんの。はいはい。でその後すぐ俺小島さんに電話して、うん、で小島さん捉えたらしいよと。うん。と小島さん、おおあそうなのみたいな感じで。でこんなで俺それ気づかなかったの俺は全く。でもこれってでもそうだよね。なんであんなのが取られちゃうんだろうね。うん。さ小島さんはまあ小島さんなりにまあ、うん、ニーズとかあるんじゃないのみたいななんか4人で捉えとこがやっぱ欲しいんだよ向こうはみたいななんか向こうのフォローをしてる感じなのよ。でなんでこんなの前もねフライデーだから 寝てんだから面白くないし、はい、もっとなんかねそうそう本当だよ全然面白くないよ全く違う女だとかそう小木が違う女とデートしてるとかそうそうそうだったら記事になるよねでなんかね店内になんかまあイチャイチャしててなんかそういうなんかだったらですね、ねえ、うん、そういうことは言ったの小島さんだけなんですよ本当にこれマジになんだろうこれがちゃんと乗ってんですよ、これ言ったこと。これ小島さんがしつこくそのフラッシュ側にこれ乗せてくれ、乗せてくれって言って、しつこいからちょっとこの小さい記事で無理やり、無理やり乗せたんじゃないのこれ。無理やりっぽいよね。そんなに言うんだったらしょうがないからみたいな感じで。これは怪しいな。怪しいでもこれちょっと。いや、これまた呼ばなきゃダメよ、リーク小島。これ裁判だね、これ。いや、これ完全に裁判だよ、だって。うん。おかしいじゃん、だってこんなん絶対。そうだよね。間違いないでしょ、これ。これ間違いないと思いますよ。だよね。うん。うん。これリーク、ちょっと近々呼んで、うん。ちょっとこのフラッシュ裁判は絶対開くべきですよ。ですよ、これ。ね。小島さんって多分ね、違う女性ともね、うん、お食事ぐらいする仲もいますよ。うんうんうん。なのにちゃんと自分のこのね、あの、彼女だけをこう、時だけ映すっていうのも、これまた好感度を狙ってんのか、うん、よくわかんないですけど、うん。全部この4人でしか撮らないんですよね。なるほど。これはちょっと近々ですね。やりましょうね。はい、あと小木さん今回もう一個記事になってましたね。ありましたなんかそういうの。はい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 。沢地エリカとなんかありました俺。あの CM ですよねだから。あ CM ね。キシシの CM でですね。あの小木がほら沢地エリカを抱っこしてる。抱っこしましたよ。でこれ記事になってるんだけどさ、うん、このお姫様抱っこされるわけじゃない。はい。小木に沢地エリカが。うんで、わずか数センチの距離まで顔が近づき、笑いをこらえきれず、ちょっと待ったって悲鳴を上げたと。はいはいはい。これ実際あったじゃん、本当に。実際ありました。これ、あそこの現場にさ、こういうさ、新聞のさ、うん、記者がいるんだね。いるんだね。これ、本当だもんね。うん。うん。確かにそうですよ、これは。なにね。確かにね。うん。うん、まあ、これあったね。これはまあありました。これは確実です。うん。これいいんですよね。柔らかいんですよ。うん、えまあ、いろいろと柔らかかったですよ。何誰がん誰が誰だっていいじゃん別に誰だっていいでしょ別にそんな言う必要ないでしょそっちにとりあえずまあ沢地エリカがいやそういうの言わないけどうんじゃあ誰がやらずだったのあれだけ教えてよ何イニシャルいやちょっと言ったらバレちゃうでしょ誰がやらずだったのまあその SE さん沢地エリカいや言わないですそれはそれは言えないけどすげえいいんですよいいよ別にさあ、うん、まあそんなことはさておき、はい、まあね、うん今日はあれでしょう、はい、なんと言っても、うん、あれですよね何ですか例の計画ですよ小木さんそうですよとうとう来ましたよこれそうでしょ今日、はい、今からですね、うん、もうあと何分か後に、はい、ミキティうん、藤本美希ちゃん来ますから。これ超緊張するな、マジで。そうでしょ、うん、ねえ。ちゃんとお前あれだぞ、計画いろいろ立ててんだけど、大丈夫調べたりしたはい、いろいろ調べましたよ、僕勉強しましたもん。ほんとはい。あ、そう。うん、そう、情報とか言いましょうか、うん、俺が調べた情報を。まあまあまあ、そうだね。いろいろだから調べてほしいんだけども。うん。うん、大丈夫大丈夫です。ちゃんと調べたうんああはい、ミキティの計画っていうのはいっぱい、まあ、ほらお前が調べなきゃいけないし、はい、作戦も今練らなきゃいけないんだからはいはいはいああ分かってますああまあでもまあそういうねそんなまあミキティのこともそうなんですけども、うん、まず一枚だけちょっと紹介していいですかちょっと一回んメールの方紹介していいですかちょっとミキティのことももう調べてますそりゃああだけどちょっと一回ねちょっとそのメール紹介しなきゃいけないものがあるんですよ聞きたいんですよここでどうしても紹介しなきゃいけないって言うんだったらはい、うん、いいですかいいよ、ラジオネーム歌舞伎スケロクさん、うん、YouTube の小木一予告目撃しましたこの壮大なプログラムは、深夜ラジオ界に革命を起こすと思います小木さんついにこの時が来ましたね今こそ新たな扉を開く時ですさあ小木一をお願いします
その前にもちゃんと読めよ。最初の方とかもめちゃくちゃやねんかよ。何よ、プログラムだろ。プログラムです。プログサムとか言ってたろ、お前。プログサムって書いたんだ、ここ。あ、そうなの。ここ、俺がちゃんとプログラムって直して、助かったんだよ、この人は。あ、おぎいち？おぎいちでしょ、まずは。そうだ、YouTube でちゃんとおぎいちのさ、はいはい、予告が流れてんだよ。見ました、あれ。見た。YouTube。うん、あれいいよね。あれね。ね、今からでもどんどんリスナー見てもらって結構ですよ、YouTube。うん。うん、これちゃんと、まあ、あれ、すごいいい作りになってたな、YouTube。あれなんか本当映画の、なんか。映画の予告じゃないけどさ。予告だよね、あれね。本当あの、何我々が今ハマってる外国のドラマあるじゃん。うん、はいはいはい。プリズンブレイクとか、ロストとかね。でもプリズンブレイクも見たんだよ。うん。でもその、前回までのあらすじみたいなのがもういう感じで刺さってる。そうそうそう。あれ意識してますから。プリズンブレイクを意識してる。おじいちゃん。かっこよくなってたよ。予告編は。はい。それでね、まあ今までこの、あらゆるおぎいちやってきましたよね。うん。で、全く手がかりはつかなかったわけですよ。そうですよ。その、渡辺さんですよね。うん、父。まあ、その暗証に乗り上げた小木一が、うん、こうなったら、うん、捜査の基本に戻るしかないと、うん、私は考えたわけです。うん、そして、まあ、小木一はこの、おぎょぎ官員を連れて、ついに敵の本拠地と思われる、山梨へ行ってきたんです。敵の本拠地じゃねえよ。敵です。間違いもない敵です。敵じゃねえんだよ。その模様は、まあ、その、さっきも見ましたけど、YouTube で予告編を公開しますので、まだ見てない人は、うん、まあ、後でチェックしてくださいと。うん。これ、聞き終わった後に？いや、あれは見とくべきです、あれは。あれは絶対見ないとなんかもったいないですから、こっちもやってますからね、あれ。せっかく作ったんだから。作ったんだから、いろんな人に見てもらいたいです、あれは。はい。とにかく、まあ、山梨行ってきたんです、私は。うん。まあ、おぎち初のロケですよね、これね。そうですね。ラジオなのにね。ね。はい。うん、まず、地元の人に聞き込み調査を開始しました。はい。サブマちゃん、わかんない、知らないですね。知らないです。渡辺さんっていうね、そういう方がこちらの方で働いてるか、ちょっと知ってるかな。知らない。本当知らない。知らない。隠しても無駄だよ。いるんでしょ、渡辺っていう人が。知らないもん。知らない、本当に。うん。最後に聞くよ。知らない。知らない。本当知らない。知らない。これ本当最後だよ。うん、知らない。知らない。知らない。本当知らない。うん、知らない。本当最後に聞くけど。知らない。何今の？何今のってどういうこと？何知らないって。いや、渡辺っていうね、ものを、うん、まあ、人を知らないか聞いてんですよ。でもなんか知ってるような顔だったんだよね、子供、その。子供でしょ？うん。でもよく来てるんですって、あそこには。来てんの？来てるから、うん、なんかね、なんか隠してるような感じだったんだよね、最初。だからしつこく聞いてたの？そうそうそう。あー、聞く、ね、でも最後まで知らないという。え、今のどこ？今のですか？うん、山梨です。山梨、うん、のまあとある場所ですよ。場所なんだ。山梨のとある場所しか言えないの。まあこれは言えないですね、今のところはね。はい、うん、まあね、せっかく行ったのに、まあ収穫がなかったわけです、これで。うん、はい、そうだね、全然だね。基本のね、そのまあ事件の基本に戻ったわけなのに、うん、え、待てよ、うん、基本的なことを忘れてたぞ俺は。今までいろんな人間に聞いてきた、しかし猿に聞いてなかった。そう、猿のことは猿に聞けと思ったわけです。というわけで、猿のことはって、猿探してるわけじゃない。猿回しを探してんだろ。いや、猿のことなんです、今回は。猿回しはね、うん、猿に聞けば一番よくわかる。これ基本なんですよ、これは。ああ、というわけで、山梨で唯一猿を飼育しているある施設へ行ってきました。うん、するとなんと猿がいたんですよ。そりゃそうでしょ。猿飼育してるんだったら、なんとじゃなくているでしょ。いるんですよ、これが。うん、で、おぎいちゃん施設の方に許可を得て、なんと、群れのボス猿にインタビューに成功したんです。これ本当なんです、これ。で、通訳は飼育員の原田さんなんですけど。はいはい。八木さん。はい。いいですか？はい。心の準備大丈夫ですか？うん、大丈夫ですよ。これ聞いてきたんですよ、ボス猿に。インタビューを。うん、で、まあ、この飼育員の原田さん、これね、20年やってるんですよ、この飼育員を。猿、うん、の言うことは何でもわかると。だからもう本当に強くできるんだ。本当にできるんです。猿と会話ができる人なの？20年ですからね、なんたって。あ、
もう何でも大丈夫だって。何年やってもできないけどね、普通。いや、でもずっとやっぱ猿とやっぱ一緒に過ごしてますよ。まあ大体わかると思うよ。その何が今欲しいとかね。はい、そういうことはね。うん。そういうね、まあそういう、まあ原田さんをね、うん、隣に僕つけまして、うん、猿にインタビューを、ボス猿にしたんですよ。インタビューを。うん、うん、したのね。行きましょうか。はい。小木一、うん、運命のインタビュー、うん、どうぞ。ちょっと猿、お猿さんの方にも聞いてみましょうか。猿ねえ、チューリップさ食べるお友達いない？これなんか言ってるんですかね。まだ言ってないね。全然答えてくんないんだな。ねえ、これ触っても嫌ですか？大丈夫。お兄ちゃん、あね、ほらそんなとこ触っちゃ嫌よ。兄ちゃんって、兄ちゃん遊ぼうって。渡辺って知ってるかって。知ってるよって。僕知ってんだよ。どこにいんの？あ、なんか言いましたよ。今はっきりなんか言いましたね。うん、今なんて言ったんですか？今ね、はい。今のわからないですね。なんだよこれ。わかんないじゃん。そうなんですよ。わかんなかったんですよ、今のは。たまたまわかんなかったんですよ、ね。今のはね、確かになんか言おうとしたけどね。正直な人だよね。そうなんですよ。適当なことは言わなかったね。そうなんですよ。小木会員と手を組んで捏造ってできたんですよ、今のところは。ああ。ですが、こう、やっぱ小木一っていうのは捏造はしないんです。なるほど、偉い。だからわからなかったということで。うん。ね。うん。それがわからないことはわからないというのが小木一。うん、まあまあ、そうです。それが偉い。もう一度言います。うん。この件に関しての小木一の答えは、わかりませんでした。わかったよ。今のでわかった、うん。はい。ちなみに渡辺さんのお姉さん。うん。まあ、矢作のおばさんに当たる人か。はいはいはい。でもコンタクトを取って一応聞いてみたんです、私。勝手に。え？勝手にすみません、え？おばさんです、だから、矢作のおばさん。まあ、渡辺さんのお姉さんですよね。だから俺のお父さんでしょ？だから渡辺さんっていうかおかしくないけど、俺のお父さんな。お父さんのお姉さんいるよ。うん、おばさんですよね。うちのお母さんが未だに連絡取ってる人よ。はい。うん。ほんと勝手ながらちょっと私、うん。いろいろ聞いてきましたよ。おぉ！おばさんに。それも完璧じゃん、そしたら。そうなんですよ。そんな前、それ、さらっと言ってっけど。お前さらっと言ってっけど、そんなお前、あれだぞ。飼育員の人に話聞くとかいらないぞ、もう。それでお前ほぼあれだぞ。一応念のためと思ってね、ここは。一応おばさんに、まあ連絡を取って、まあ聞いてみたんです。そうですか。すると、おばさんは、違う、大丈夫ですか？いや、だってどうだって？え？本当に？本当ですよ。へぇー。もうすぐだよ、あんな、おばさんなんて。簡単に捕まえられたよ。簡単にお前わかんねえだろ。うん。いや、わかったんです。うん。で、聞きましたよ、おばさんに。はい。たばさん、こう言いました。うん。知りません！は？知りません？はい。何を聞いたの？その、だから渡辺さんの、うん。いる場所とか、お渡辺さんの、おそうやってることとかを。知らないの？聞いたら、うん、知りませんと、はっきり言われました。マジで？マジです、これは。知りませんですって。だこっちもそれ以上聞きませんよ。もう知りませんですから。はっきり言われます。お前すごいとこ聞いてんだぞ、それ。今までのお前銀座のママとか、はい。まあ、そういうレベルじゃないんだぞ。すごい近いとこに聞いてんだぞ、それ。そうなんですか？おう。銀座のママ、よりすごいんですかこれは。それはそうだよ、おばさん。あと占いの人とかじゃなくて、本当にお前と繋がってるとこだからな。おばさん、そんな実績あります？だって。実績はないの？兄弟だろ、だって。それ知らないの？いや、知りませんです。どうすんの？で？いや、どうすんのって、だから、知りませんだからもう、終わりですよ。え？終わりですって。おぎいちって知らないで終わりですもん。そんなにもう無理なものは無理ですから。それがおぎいちです。え、今ので知りません。はい。そこで私はこう思いましたっつって続くんじゃなくてもう終わり？終わりです。嘘。それがおぎいちですから。おぎいちなんだと思ってんの？違う。おぎいちはだって無理なものは無理よ。いや、最終的にすげえ近いとこ聞いてるじゃん。それが終わりなの？だって知りませんってのは言わないんでしょ？それ以上だってもう聞けない。あ、知らないの？知らないんですって。全く。全く知らないんだって。想像もできない。その、だから予想もしてなかった、向こうは。知りませんです。あらー、これ困ったね。困りましたよ。何これ？俺ちょっと期待してたのに。
まあね、うん、まあでも関係ないでしょ、もうだって。知らない、知らないって言われてもういいでしょ。山梨まで行ったんだろ？行きましたよ。山梨まで行って。行って。で、まあ、その飼育員の原田さんも。原田さん聞いて。まあ、ボスザルネってこともわからないと、うん。それはもういいとして。まあ、それ、いいです、いいですよね。うん、そこまではまだ、その、今まで通りなんだよ。今まで通りでした？ただ、一番最後にさらっとお前言ったろ。一番さらっと言ったのが一番重要なんだよ。おばさん？おばさん。で、聞いてんだろ？おばさんちゃんとコンタクト取った。それ知らないって言ってんの？うん、知りませんです。知らないっていうか知りませんです。ほんと？まあ本当ですよ。ちゃんと聞いちゃったもんだって。あらー、うん、じゃあもう何にもその誰にもかかってないんだな。そうだね。ほんとそうだね。そうだね、じゃないよ。まあね。まあここでおぎちいいでしょう、ここはね。ここは。こんな感じでさ。あ、うん、そう。わかんないものわかんないの。そこがおぎちなんだから。まあ、調べましたよ。これ以上調べることはないです、もうおぎちで。この渡辺さんに関してはね。おぎち遠回りして最終的には何かあんのかと思ったら遠回りしてそのまま終わるんだね。結果今ね、たまたまですけどね。これはでもまあまあ、じゃあ逆に良かったのか、遠回りしといてだよね。それ直接もいきなりそこに行ってたらもう知りませんと終わってたもんね。まあね、その基本っていうものはやっぱこう、やっぱそこで気づいて基本に戻んなきゃいけない。それで猿に聞いたわけでしょ。で猿に聞いてもまた基本に戻って、あ、おばさんだと気づいたわけですよ。猿に会ったところで。で聞いたら知りませんだから、もうこれ以上の基本ないでしょ、っておばさん以上の基本。参ったね。ごめんね。おぎち。そうね、なんかちょっと。ごめん。うん、まあなんか変な感じになっちゃったね。うん。おぎちそんな期待してた。やっぱちょっとこう見えても最終的には期待してた部分があったから。まあそっか、うん、悪かった。まあいいや、ごめんごめん、うん、じゃあちょっとメールいい？うん、ラジオネームテントウムシさんからです。おぎち最高です。渡辺さんのためにわざわざ山梨なんて行くなんて、猿のことは猿に聞く、斬新ですね。これからもおぎち楽しみにしてます。まあこれはもう、まあ、終わっちゃったんですけどね、今回のね。うん、ペンネームあごゆうきさん。おぎさん、あんたホームズだよ。いいね。ラジオネームライオネスチャゲ、ライオネスチャゲ&アスカさん。小木さん、小木一最高です。愛のルケチを見た時より濡れました。最高のルケチ、ね、ルケチ、ルケイチ、ルケチね、ルケチね、ルケチを見た時より濡れましたと。まあ最高の褒め言葉ですね、これね。はい、そういうことなんです。はい、ということで、皆さんもね、これからは海水はなぜしょっぱいのかとか、美味しいコロッケの作り方とか、まあ、日常の素朴なに疑問があったらじゃんじゃんそのおぎちゃ店に、送ってくださいね。宛先を募集しましょうか。じゃあ言いましょうね。行ってきましょう。郵便番号随分ドライだね。郵便番号107-8066、TBS ラジオおぎやぎのメガネビーキおぎちの係より。メールの前は、場合はですね、メガネアットマーク tbs.co.jp ですと、うん、たくさんのハガキメールお待ちしてます。はい、どんどんこれからもおぎっちゃってきますから。なんかすげえ、なんかあれだね。こう気分的にこの、うん、体だけそのやられて捨てられた感じ。あれ今おぎの目光ったよ。本当に光ったよ。ねえママ、本当だってば。今日紹介するのは23年間のトレンドが詰まった気まぐれコンセプトクロニクルです。重くてボリュームたっぷりだ。でも中身は4コマ漫画でとっても軽い。ホイチョイプロダクションズ気まぐれコンセプトクロニクル、映画バブル栄光の原案コミックも収録で小学館から絶賛発売中。さあ書店へゴー。この後深夜3時からは金曜ジャンク2エレカタのコントだろ。今夜はコント赤信号のリーダー渡辺正行さんがやってきます。待たせたな。リーダーコーラ用意しておきました。飲まないよと言いつつも飲まないよ。でも一気に飲んじゃうかな。金曜ジャンク2エレカタのコント太郎は深夜3時から TBS レディオ。聞けば見えてくる TBS ラジオ。ラララララララ、オーギララ。
今夜小木がミキティを相手に男になります。小木ララ小木ラララ小木ラララ今夜立ち上がれ。なんだよこれ、うるせえな。ラララ今夜立ち上がれじゃないよもう。なあ、気分いいのよね、やっぱこうね、ミキティですからね。そうですよ、ミキティですよ、今日は。すごい、夢にまで見たミキティですよ。いいですか、はい、今日もミキティ来ますから、ね、ちゃんとミキちゃん、ミキちゃんじゃない、ミキティのこと勉強してきたのね。安く喋りやがったもん。いいですか。何がミキちゃんだよ。今日の作戦。今ね、一応ミキティは移動中ですね、TBS のラジオ聞かないよ、マネージャーには。おお、そうですか、はい、そうです。で TBS もし着いた場合ですよ、はい、番組この聞けない部屋に入ってもらってます。おお、ですから今ここで話すことはミキティにはですね耳には入りませんので、はい、今ここで作戦会議を、したいと思います。ありがたいです本当に。、はい、うん、ありがたい。まずですね、前々から言ってますけども、女性というのはですね自分のことをこうすぐ当てられたりすると弱いと。はいはいはい、そうですね、うん、ですからやっぱ、この1週間小木ミキティのことを調べ上げてですね、うん、会話中バンバンこのミキティのことを、はい、当てていくと、うん、まああれですよね。だからオーラの泉もやっぱなんであんなにいいかって言ったらやっぱ当てるからね。まあね、当てるとやっぱ見入っちゃうしね。そうでしょ、江原さんとかがさ、そうするとみんなこう信じるわけよ。信じるし、江原さんがやたらにいい男に見えてくる時あるからね、あれでね。尊敬するんですよ、うん、で尊敬されるっていうのはもう絶対好きになりがちですから、はい、ね。ですから、そういうのをまず行く、うん、あと価値観が合う、はい、一緒の男っていうのはこれまた恋愛に発展しやすいんですね。はい、ですから、ミキティの好きなものも調べとけば、その価値観も一緒だと思わすことができるわけですよ。うん。ね。ということで、まず基本的にはですよ、はい、ミキティのこといろいろ知らなきゃいけないんですよね。はい。で、この1週間でちゃんと調べたんですか？はい。僕は、ちゃんとミキティ情報もおぎいちしてきたわけですよ。おぎいちもミキティ情報はいっぱいメールで来てたもんな。まあ来てましたね、うん、ありがたいこと、はい、うん、で僕も一応やっぱおぎいちってもの持ってますから、うん、それをやっぱふんだんに使って、はい、いろいろ調べ上げましたよこれは。ああそうですか、はい、どうです。そうですね、まあじゃあ最初そのオードソックスなねオーソドックスね、オーソドックスなね、うんうん、情報としていいでしょうか。うん、うん、オーソドックス、ね、うん、そうそう、ひどい、ね、王道ね、王道ではないんでね、うん、はい、まずハロープロジェクトモーニング娘。の第6期メンバーなんです。そんなことは別にいいんじゃない、そんなところは。あ、いやいや、まあ、俺は知らなかったけどね。6期っていうのも知らないし、俺はそのハロプロだったってことも全く知らなかったからね、俺は。今回調べてみて、あ、ハロプロなんだあの子って思って。うん、まあまあ、それいいからもう開きなくてさ。ああと思って。で、そんなことはどうでもいいんだよ、別に。だって、うん、ミキティに、ね、第6期メンバーだよね、とか言ったって、うん、それはただのそのファンだと思われるから、何にも思わないよ、そんなこと言われたって。そんなこと調べてもしょうがない。そうなの？うん。だってあとはソロ歌手として1年間活動後、うん、モームスへ入った。別に普通の調べれば分かることだから、そんなこと言われても何もびっくりしない。知ってんの？だってそんなの。じゃああれは現在は4代目のサブリーダーって分かってる？知らない。知らないでしょ、うん、で2007年5月に5代目リーダーに就任予定なんです、これ。あ、なるほど。すごいでしょ、うん、この情報。それは知らなかった。これはすごい情報ですよ。じゃあまあそこはあれじゃない、うん、小木は、はい、基本的にはミキティ、うん、じゃあハロプロとかにはそんな詳しくないと、うん、正直わ、はい、からないけども全然詳しくないと、ハロプロとかも知らないと、うん、なんだけど、リーダーシップというか、うん、ミキティってリーダーシップあるから、うん、モームスのねリーダーとかに本当だったらなれるよねみたいな。いいこと言うね。そうだよね、うん、まあ、今年中にとかそういう感じで、ね、うん、なれそうなの、なんかなんでリーダーにならないのかな、リーダーの話がないのみたいなこと、一番向いてるみたいなね。そうそう、そういう占い的な感じで、ただ向こうは、あ、実はそういう話あるんですよなんつって、あ、本当みたいな。ああ、いいね、うん、いいね、こう歩きしないよね、リーダー書くっていうかリーダーっぽいって言われて、ね、うん、そうそう、だからしっかりしてるからみたいな。それもあれよ、言い方としては、うん、そのそれってちょっと、うん、見た目は、うん、なんかこの、甘えん坊だったりとか、ね、お茶目、なんか、なんて言うんだろうな、う、甘えん坊とかさ、だらしないとかなんだけど、イメージをつけてね、子供っぽいとか見えるけど、実はしっかり者で、リーダー気質だよね、みたいなのが喜ぶ。最初、落としてからのもね。なるほど、なるほど。
あ、これはちょっといい作戦だね、これ。うん。おお、これいいわ。うん、まあ、俺が調べてきたからね、これはこういうふうに繋がったわけですよ。今、ヤギのなんかなってますけど。俺がここを調べたからですよ。いや、調べるだけじゃ何の意味もないの。そっから。うん。うん、あと、北海道滝川市出身なんですよ、あの子は。ああ、なるほど。うん。滝川出身。あ、滝川。そうよ。この前、つい最近行ったね。行ったとこです。営業で行きましたよ。滝川の、はい、なんとか文化会館みたいな。文化会館ですよ。ええー。だから俺結構滝川市のこと、最近行ったから結構知ってるわけですよ。それもだから話を合わせるほどでもいなかったでしょ、滝川に。だから、出身も知らない感じで、うん。はい、じゃあ、この前行ったじゃん。滝川に。滝川行きましたね。自然になんかその感じできない。この前ね。全然知らないの。ああ、知らなくてね。小木は知らないの。うん、で、すごくいいとこで、うん、全然すいませんね、ミキティには全然関係ないんですけど、っていう。自然な感じか、それ。うん、はいはい、行ったんだけど、うん、あ、そっか、じゃあ北海道出身ってことが分かって、北海道この前僕行きましたけど。なるほど。うん。これは行ったんですよ、と。そう、行ったと。で、全然あんまり有名なメジャーな、街ではなかったけど、ものすごく行って、なんか、ふるさとに帰ってきたみたいな、いい日だったんですよ。うん、そこ知ってます？滝川市って言うんですけど、みたいな。あー、いいねー。ただ、ヤギがこういうこと言って、調べたの俺だからね。ヤギが別にそんな、ヤギがすごいんじゃないんだよ。調べた俺がすごいんだからね、これは。いや、そういう考えてる、そういう出し方をさ。そうか、それ。ズバズバ滝川市とか行ってもしょうがないじゃん。まあ言ってもしょうがないですよ。だからそれは俺が調べたからですよ、だからここは。はい。わかった。言い方ちょっとやって、練習。ミキティさ、うん、北海道なんでしょ、出身。出身どこで？あ、出身どこ？うん。どこだと思います？いやー、ちょっと全然わかんないなぁ。私、北海道なんですよ。嘘、北海道なの？あ、何ですか？はい、あー、そうなんだ。いや、俺最近ね、北海道行ったのよ。あ、そうなんですか。でもまあ、言ったって言ったら変なとこなんだけど。ダメだ、変なとこしちゃダメでしょ。変なとこしちゃダメ。だからまあ、行ったんだよ。でも札幌とか、そういう有名なとこじゃなかったんだけど、行ってみたら、ものすごくいいとこで、うん、他に何回所か行ったことあるんだけど、そこは初めて行ったと。行ったら気に入っちゃって、うん、あんないとこあるんだねって言って、うん、いう感じよ。なるほど、うん。それ今俺が間違えたから、今そういう答えがすげえいいような感じになってからね。なんで全部お前の手柄にしたから。俺が変なとこしちゃったからだよ、今のは。ダメ。そうやって話し合っていこう。ちょっとやってみて。うん。ミキティ出身どこ？北海道です。北海道なの？ああ、そうなんだ。いや、俺最近北海道行ったのよ。ああ、そうなんですか。でもまあ、北海道市だってまあ知られてないとこなんだけど、まあなんつったっけな、まあ真ん中辺なんだけどさ、うん、あそこ、なんだっけな、滝川市。そこで行っちゃったらダメよ。ダメ。そしたら、私滝川出身ですって言っちゃうもん、それ。あらららら。今俺、ミキティの気持ちになってると、滝川って言われたら、私滝川ですよって。そこで行っちゃう。言っちゃう。だから、そうそうそう。それダメ、滝川行っちゃう。今の間違いでそのミキティの気持ちが分かったんだよ、今ね、言っちゃうっていう。だいそうそうね。今の間違いすごい有効的だよ、これは。ダメ。滝川先に言っちゃダメ。滝川言っちゃいけないのね。うん、もっと、すげえ褒めた後に、最終的にどこかって滝川市って言わないと。ああ、はあ、はあ。いや、行ったのよ。まあ、そんなメジャーなとこじゃないんだけどさ、はい、すごいいいとこでさ、自然もあってさ、で、食べ物もすごい美味しかったの。あ、それなんだっけな、なんか違うんだよな。なんか違うかな、今。今なんか違う。もっと褒めたいんだよね。じゃあもう、こうしよう、簡単にしよう。行ったら、ね、うん、全然別に有名じゃなくて、札幌とかじゃなくて、有名なとこじゃなくて、なんでそこって、僕正直知らなかったと。だから、ついて、そこに行った瞬間、なんか、今までにない感覚を、ピピッと。今までにない感覚。何ここみたいな。なんだろうこれ、なんか、帰って、デジャブじゃないけど、なんでこのふるさと感みたいな感じで。で、あれと。もしかして、これ、本当に頭おかしいと思わないでくださいよと。ここの人と俺結婚するんじゃないかと思ったとか。なんか。はいはいはい。なんだろうな、昔の恋人が住んでたのか、なんか知らないけど、赤い糸で結ばれてる人とかっていうのもしいるとしたら、ここにいいんじゃないかなっていうのが感じたみたいな。
すごい怖い感じだね、なんかね。でも別にそれはさらっとね。まあまあ知らないわけだからね、俺はもともとその滝川市出身だってこと知らないから、そこまで言ってもいいのか、それは。いいの。すごい不思議な経験があったと。こんな経験があったんですよって。だから北海道だから、今急に思い出したけど、それね、滝川市っていうところなんですけど、ウィキって違いますよね、みたいな。おお、そこで否定してこないよね。まさかこの人こうやばいと思って滝川市って言わないようにしよう。向こうは、この人怖い。滝川市のこと言わないと思って。あ、否定。あ、そうなんですか。そしたら、いや滝川市だって知ってたよって言っちゃった。気持ち悪いそれ。まあそしたら流そう。ああ、そうなんだっていうぐらいだね、流していくね。あと何、どんなものしようか。はい、あと家族構成です、これは。両親ですよね。で、兄一人、姉二人。ってことは、まあ、つまり末っ子ってことです、これは。あ、これも重要なとこですね。これ前、メールでいただきましたね、リスナーから。お姉さんがすごい綺麗なんですよね。これは、特技、よく、俺も特技であるじゃん、これ。あるある。兄弟。家族構成当てられるっていう。その子を、ちょっと喋ったらわかるっていうやつ、ね。これ最初に言っとこうか。僕特技があってっつって、女性のまあ、最初に、いや、5分か10分話したら、もう大体わかるってことですよ。はい。ね。うん。5分10分話せば、もう、初めて見た人はわかんないけど、5分10分喋ればすぐに兄弟とか家族構成とか僕わかるんですよ。うん。っていうのを最初振っとこう。確かに。これはいいんだよね。ヤギとかよく使う手だもんね、これね。これよく使う手ですよ。これ結構これ尊敬されんのよ、これヤギがね。これね。これで。うん。これいいですよ、これは。本当に俺でもわかるもん。まあ結構当たってますね。当たる。普通になんか、営業先で、そういうお客さんとかでもね、うん。それやったら本当当たってたもんね。ああ、当たった。あれ何なんだ、コツがわかんねえんだけど。大体ね、もうこの話してるだけでね、あ、絶対お兄ちゃんいるなとかわかんの、俺。あとお姉ちゃんがいて、とか、なんかその子のこの感じでわかんねん。その何かっていうのはわからないわけね、感じなのね。そう、別に説明できないの。いや、ほらその辺もなんかこう聞かれた時にさ、俺もなんか、わけわかんないこと言っちゃいそうだから、その答え欲しかったのよ。本当に実際できる人の答えを。あ、なんかそこで、何だったんですかみたいなった時に。兄一人でしょ、で、姉二人。姉二人？四人兄弟ってこと？四人兄弟です。あー、だから、そうね。感じ的に、絶対上ではないなとか、まあそういうとこから入ってるわけ。上ではない。ああ、はいはいはい。お兄ちゃんとかお姉ちゃんタイプではないから、ね、妹か弟なんだよね、ぐらいにしといて。何人兄弟かもよるけども、多分上にいるよね。下にはいなさそう、みたいなとこ。そういう感じよ。はいはい、はい、うん。弟か妹はいなさそうだから多分下かな。で、お兄ちゃん、お姉ちゃん。どっちだろう、俺、両方いそうだな、みたいな。あれ、お兄ちゃんいるな。待って、お兄ちゃんはいるでしょ、お姉ちゃん。あれどっちもいるぞみたいな。はいはい、そういうとこから、そっからね。行きましょうか。まあ、これよく、まあ、矢作の見てますからね、俺。俺の見てるから分かるでしょ。はいはい。で、あとですね、まあ、ちなみに、おばあちゃん子なんですよ。彼女は。はいはいはい。で、おばあちゃんカラオケ教室に通っていたため、初めて歌った歌が演歌なんです、これ。つまりおばあちゃん子の甘えん坊なんですよ。なるほどね。甘えん坊ね。そう。これだったらまあいいよね。さっきのとこ、まあ感じもなるわけだ。家族構成のやつも話でね。そうですね。甘えん坊で。甘えん坊だから。で、いいんじゃない、そこで。末っ子だし、もしくは甘えん坊で結構多いのが、僕もそうなんですけど、みたいな。おばあちゃん子じゃないですか、みたいな。なるほど、なるほど。いいこと言うね。まあ、調べてからね、俺が。言えるわけだからね、そこはね。でしょ？はいはい。で、お前の得意のほら、あやかさ。そう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 。あれあるでしょ？甘えん坊にはお前のパターンあるでしょ？ね。ありますよ。あこっちゃやーよーってね。ね、ミキティ。ミキティね。お兄ちゃんと遊ぼうって。お兄ちゃん、そのとこ座っちゃやーよーって。それマイナスじゃねえかなと思うんだけど。まあでも、まあ、まあ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 、まあ、遊んでる感じがね、その甘えん坊にはすごい嬉しいんですよ、合言葉が。はいはいはい、はい。で、まあ、生年月日が1985年2月26日生まれ、A 型の155センチです、なるほど。これすごいこと調べましたよ、これ。はい。2月26日前ですよ。びっくりしましたよ、これ。そうですよ。3日後が誕生日なんです、これ。もうそうそう、先週言ってますから。あれ、先週言いましたか？言ってます。俺、これ調べてまたびっくりしてんだからね。本当？誕生日なんですよ、これ。あ、本当ですか。はい。まあ、で、まあ、5代目リーダーの就任祝いも兼ねて、その誕生日とね。うん。そして、まあ、用意しました、今回、プレゼントを。はいはい。はい。
まあ偶然を襲って、うん、まあミキティの好きな花ね、うんうん、これこの間も言いましたひまわり。あ、売ってたのひまわり。ひまわり売ってたんですよ、お花屋さん行った。売ってるんだ、夏じゃないのに。うん。そして、うん、あのミキティの由来になったキティちゃんのぬいぐるみも用意したんです。これ偶然ね、あくまでも偶然ですよ。いや、もちろんそうですよ。でもね、うん、花はね、あの女性はやっぱりみんな花が好きだと思ってみたいな感じでいいと思うよ。うん、まあそこは、まあ、変なね言わないでね。そうそう。そうなんか僕全然 何買っていいかわかんないんですけど、なんか昔お母さんがみたいな。うんうん、女性っていうのはお花をねもらったら嫌がる人はいないよって言われたのをお母さんに聞いたからぐらいの感じで、うん、ただ何が好きかわからないんで僕の一番好きな花でいいですかみたいな。うまいねうまいね、調べたな俺ですけども、うそういう感じね。はい、でまあちなみに今日僕が着てるこの T シャツもあれなんですよ。キティちゃんです。そうですね、ずっと気になってましたけど、うん、キティちゃんのキティちゃんの T シャツ着てますね。はい、うん、これまあ食いつくでしょう。そうですね、キティちゃん好きだということで。キティちゃんどうやってあげるかね。あ、キティちゃんはね、はい、偶然。そうね、まあでもこれ向こうが言ってくるだろうね、これちょっとキティちゃん、うん、うん、こんな T シャツ着てたら、あ、はい、ここはなんか偶然予想の難しいね。そう、キティちゃん好きなんだよって俺。いや偶然でいいか、そう、偶然いける、うん、いけるいけるいける。まあ、偶然ってどういう風にやんの。じゃあ例えば教えて、そのな例えば偶然を予想ってどういうこと。向こうが、あ、おじさん、え、な、 T シャツなんですかそれ。え、キティちゃんの T シャツだ。あ、本当だ。本当だ。あ、え、なんでキティちゃん、なんで何。え、私すごい好きなんです。嘘。だって俺今日たまたまなんか朝起きてなんかこう普通に撮った T シャツがたまたまこれでさ。そんなんいける。いけるでしょう、キティちゃん。ほんと？キティちゃん好きな人ってこういうのやって着るでしょ。で、ヤギも普通にそうなんだよ、こいつすげえ仕事とかもよくキティちゃん着てるんだよみたいな。ああ、じゃあそれはキティちゃんは、じゃあま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 ああれだね、うん、うん、まあいいや、他にいいや。はい、で特技がですね、ネイルですよ、うん、バレーボール、うん、これ中学時代バレーボール部です、うん、まあこれはまあ三橋とか、うん、あの辺の話をすればね、三橋の話は分かんねえって言ってんじゃん。これ多分乗ってきますよ、ミキティは。うん、奥のね、バックアタッカーの奥のとかね、うん、あの辺多分大丈夫です。そして苦手なスポーツはスキー、うん、まあスキーね、これね理由がね僕と全く一緒なんです、これ、うん、寒いところでなんでやんなきゃいけないのっていうのが理由なんです、これ。あ、そうなのね。全く同じ理由。だから俺やんないの、スキーとか。あ、じゃあ、スキーの悪口は言えるわけね。言える言える。うん、悪口っていうのはまあね、うん、そう。あと、好き嫌いが激しいってことはね。うん、好きな食べ物は焼肉。うん、特にレバ刺し。うん、まあ、これもまあ、タレがなんだっけ、ごま塩だっけ、うん、ごま塩だれね。うん、そしてまた納豆も好き。これもまあ、俺も大好きとか、これ全然話がありますよ。いや、この辺のさ、特技とか好き嫌いみたいな、そのいわゆるさ、うん、履歴書に書いてあるような内容っていうのは普通に合わせられるわけね。もうこれ本当一緒です。合わせられるっていうか、お前から言った方がいいんだぞ。向こうが言ってから自分が言うとダメだから、うん、勝手に僕、うん、あ、じゃあ俺がね、うん、まあ聞いたふりして、うん、特技とか、あ、趣味とかってあるんですかって言って、うん、あ、でもやっぱあれか、こういうのは僕から言うのが礼儀かって言って、でも自分から全部言ってた。礼儀かって、そんなの、うん、そうだね、はい、分かりますよ。じゃあね、はい、まあまあ、じゃあそういうのはいろいろ調べてあるのがいっぱいあるわけね。はいはいはい、はい、なるほど。なのでいろいろも調べたのは分かった。はい、調べましたよ。今の作戦大体いけるでしょ。いけます。ほんでまあ一応さ、小木っていうのは一応既婚者ですから、はい、まあキッコちゃんでしょ。キッコちゃんです、うん、キッコちゃんはやっぱプライベートキスは NG ですので、はい、ラジオの本番中に絶対キスを。分かっております。それは分かっております、はい、うん、ですからこの自然に、キスをしなきゃいけないんですが、はい、今のままではこれキスには繋がりませんよね。今のただ単に当たっただけでは、はい、急にキスなんかできないんですから。まあそれは分かってますよ、僕だって。そこで、はい、我々考えたのがラブシーンですね。前々から小木は女優とラブシーンを演じたかったと。そうなんですよ。でしょうね、うん、これを、実施します。はい、で、ミキティとぜひやりたかったと、うん、ということで、いろいろ台本を小木が書いてきたと、うん、ね、はい、ミキティとこんなラブシーン演じたいっていうのを書いてきたんでしょ。書いてきました。そう、それはちゃんと、はい、何個かありますよ。あるのね、じゃあそれちょっと教えてもらおうか。
そうですね、まあ最初はですね、まあこれはもう最高のラブシーンですよね。うん、あのね、こう浜辺でね、こう寄り添う恋人がいるわけですよ、うん、浜辺ですよ、うん、で男がね、その恋人にね、そのアメリカへ行くことを告白するんです。これ、このシーンですよ、アメリカに行く、そしてその寂しい、ね、出会えない、なかなか会えなくなってしまう、この寂しさのこのドラマ、ドラマっていうかそういう役をやっぱこう考えましたから。なるほど、これまあちょっと今その台本みたいなのありますけど、はい、これをやっいいの、やってみた方がいい、いいの、これはまあこれ、まあね、これはミキティに渡すやつ、はい、そうです。なるほどね、この台本通り今ちょ書いてます、書きましたんでこれやってもらう感じですね。じゃあこちらを一応演じてもらって、はい、まあこれじゃあ俺が一応監督になって、軽くこのやりましょうか。そうね、ね、はい、これ監督次第ですよ、これキスできるもできないも、これはそうだね、うん、だからあんまりあれよ、その無理にとかまずいからね。まあ無理には分かります、それは。本当に向こうからしてくるぐらいのぐらいじゃないと、はい、俺が無理やり行ったりする場合も止めますからね。分かってます。強引な感じはダメですよ、ね、これ本当ね、その無理にっていうか自然に来るようなこうシチュエーションですから、考えましたから、これ多分本当来るんじゃないかと思うんですよ、この、あ、なるほど、今日これ考えたこのシチュエーションっていうのは、自然に行く感じですから。なるほど、これもうすごい考えたよ、流れ的にはものすごい全然強引な感じになって、強引ではない、カップルでお互い好き同士だったら全然自然にしちゃうみたいな、しちゃうやつです、こうなんですね、はい、ああなるほど、じゃあそれはまあまあ台本の方でやっていただければいいと思うんですけど、はい、あとね番組いろいろやんなきゃいけないことありますんで、2時45分ですね、2時45分でこの企画終了です。ちょっと早いねそれね2時45分までにどうにか決着つけてください。なんで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 、もし2時45分になると、その時点でこの音が鳴ります。もうこれ終わったらもう一切ダメです。ポッドキャストまで持っていかないの、これ持っていかないです。持っていこうよ、もったいないね。2時45分、うん、そうですね、ちょっとやばいねこれ、で、まあ一応ですから、2時45分までにやっていただくということで、はい、一応ですね、今週はリスナーに募集したいメールは、藤本美貴と小木が演じるシーン、はい、ね、と、藤本美貴、ミキティへの質問、はいはい、こちらも普通にこのラジオとして募集しますので、はいはいはい、これも入れてこないと怪しまれますから。そうですね、あとこれやっぱリスナーのね、この演じるシーンってこれ真面目にやってほしいですよ、これリスナーには。これこれをね、この、ま、このね、演じるシーン、藤本美貴と小木が演じるシーンでしょ、これも募集するわけでしょ、これ真面目にやっぱやってくんないと、こっちもやっぱやりたいわけですから、ここ本当にそこ問いたいですよ。なるほどね、ちゃんとね、変なふざけたのやめてよ、ちゃんとしたやつ欲しい俺。大丈夫ですよ、で前回の一応リスナーの作戦というのもありました、はい、まあ、プレゼント用意しましたでしょ、あと焼肉が大好きということですので、焼肉の話は盛り上がるんじゃないかと、はい、あとミキティは他のメンバーのパンティを食い込ませてティーバッグにすることにハマってると、だからまあ小木はそれを誘うようにですね、なるほど、まあ、やったと自分のパンツが食い込む話っていうか、ちょっとこう触ってみたいですね、自分のこうパンツちょっとこう食い込むみたいな、食い込むエピソード的なのもあったらいいんじゃないですか。 あとほら、モーター情報によると、はい、ミキティはミキティと呼ぶよりミキ様と呼ぶのが基本、自然にキスができない場合はミキ様、お仕置きキボンヌと。もしキスがうまくいかなかった場合は最終的にですよ、はい、もう2時45分ですから、もう2時44分ぐらいですかね。はい、ぐらいでもう諦めて、あの自然な流れを。ミキ様、お仕置きキボンヌっていう手もありますね。お仕置きキボンヌね。難しいな。あと、あいうえお作文っていうのもありましたかね。ああ、はい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 、うん。前回ありましたね。藤本で。はい。藤本の風から行きますから。はい。そういう手もあります。大丈夫ですか？はい。ありますってて、その、あいうえお作文って本当大丈夫？その、キスの方に持っていけそうなの？まあ一応リスナーの作戦もやっぱ、ちょっと試してみたいというのはありますね。ないがしろできないなぁ。さあ、ということで、はい、今日のファックスメールテーマは先ほど言いましたが、藤本美貴と小木が演じるラブシーン、と藤本美貴への質問、ね、ファックス番号は東京 03-5562-9540、 メールアドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。この後ミキティが来ます。小木の魅力、いや魔力を今夜ついに全開します。ロマンティック恋の花咲く小木、
きいモードロマンオギティックな恋が始まりそう。会えない。これを聞けば大人の男がわかる。最も脂が乗った男、それはおぎ。長い長いおぎ曜日、おぎの声がしびれるのよ。好きよ好きよ大好きよ、伝えてほしいおぎ曜日。稲垣潤一です。デビュー25周年記念ライブをやります。ぜひお越しください。TBS ラジオ主催、ストラーダプレゼンツ、潤一稲垣 25th アニバーサリーライブツアー2007エッジオブタイム、3月17日土曜日午後6時、18日日曜日午後5時、品川プリンスホテル品川ステラボールで開催。チケットは全席指定6800円で好評発売中。お問い合わせは 03-5436-9600 5436-9600 ディスクガレージまで。ララ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 、鬼の魅力、いや魔力を今夜ついに全開します。ロマンティック恋の花咲く奥義モード、ロマンオギティックな恋が始まりそう。さあ皆さん、お待たせしました。それでは早速、登場していただきましょう。今回のゲスト、藤本美貴さんです。はい、よろしくお願いします。いやー、はい、いいね、いい声だね。はい、はい、今日はですね、メガネビーキということで、メガネを持参できました。かわいい。かわいい。あ、すっかり気遣っていただいちゃって。申し訳ないか、ちょっと。申し訳ないです、ミッティ。メガネかけてますよ。はい、かけてます。メガネかけた、ミッティって。すごいね。すごいんだね。メガネかけた。実はね、メガネビッキーという番組なんですが、ゲスト、女性ゲスト来たのがね、まあ初めてなんですね。ありがとうございます。そうなんです。厳密に言うと、はい、あのレゲエダンサーっていうのが一体激しいですね。レゲエダンサーっていう方がちょっと来てますんで、ちょっと来ました一回ちょっと。来ましたか。でもまあまあ、はい、それ数えたくないですからね。その女性ってことで。ちゃんとしない。だから一人目なんで、はい、もうね、しかもミキティは。はい、初対面ですからね。初対面です。はじめまして。あ、どうもはじめましてですね。よろしくお願いします。どうですか、僕らの印象は。印象ですか。いいですよ。全然いいですよ。ご存知ですか。でも知ってますよ全然。あのさんまさんと一緒にラジオをやらせていただいてるんですけど、あのその話の中で誰好きやみたいな、あの芸人さん誰好きやみたいなことの時に、私おぎはぎさん好きですってとこがある。伊藤あるんですか。そうなんですよ。どこかやって言われて、なんでやって言われたんですけど、あのコンビ愛が素晴らしいですって。なるほど。名前を出してくれたこともあるんですね。すごい。お会いしたことなかったんですけど。これが嬉しいですね。嬉しい。おぎわだってほら、まあ、じゃあちょっとは、今日キティちゃん来てますもんね、だって。え、何が？え、何何？見つけちゃったんですよ。どういうことよ？何何？今日キティちゃんの T シャツ着てますよね。これそうだけど、なんで？何がおかしいの？おぎわっていつも。いや俺今日っていうか。いつもキティちゃんですか？キティちゃん多いよ。え、な、え、何何何？俺それあれよくわかんないんだけど。いつもそういう感じか。え、いつもってだから俺キティちゃん大好きだもん。だってそうなんですか。そうよ、キティちゃんって俺すごい好きで。だってキティちゃんのあの体重とかわかります？リンゴ3個分。お、すごい。身長は？身長は知らないです。リンゴ5個分です。すごい。なんで知ってんですか。だってキティちゃんはサンリオビュー、ね、なんとかランドとかよく行くもんだって。サンリオ、はい、サンリオランド、ピューロの方ね。そうそうそう、確かに。おぎわの私服は、あら、テレビ出る時はスタイリストさんがやってるから着ないけど、私服は大体な。そう、大体キティちゃんですか。うん、あの1個取り入れるんだよな。そう、どっかにどっかにクッションとしてね、置きたいんだよね。何のクッション。何のクッション。クッション何のよ。
つ開けときたいのね。ああ、え、なに、まさかキティちゃん好きなの？キティちゃん好きです。あ、好きなんですか？あ、そうなの？キティちゃんが好きだからミキティです。あ、そっかそっか、はい、それはそうだそうだ、ミキティってそうなの？繋がった。そうです、点と点が今線にも進んだ。だからミキティなんだ。はい、確かそれ聞いたことあるけど、そうだ、忘れてた、すっかり。え、じゃあこの T シャツ欲しいですか？欲しいです。これあげましょうか？俺着てるやつですけど。着てないやつ欲しい。いやいや、着てるやついいですよ、これ。まあまあまあ、ね、偶然っちゃ偶然だね。偶然ですね。これ持って帰ったらいいんですか、仕事だったら。ミキティ、これ。あ、でも確かに、あの、それを知らなかったんだね。うん、知らなかった。ミキティってそうなんだ、キティちゃんが好きなんだ。そうなんですよ。へぇー、はい、全然知らなかったね。ねぇ、なるほど。まあ、そっかそっか。はい、うん、なんかほら、おぎがね、はい、大ファンなんですよ。本当ですか？まあ、ちょっとね、ありがとうございます。すいません、なんか。そうなんだ、ね。はいはい、はい。ちょっと待ってください。はい、メールが一個飛び込んできましたね。はい、こちらは、ペンネームないのかな、うん、ないね。うん。おぎやきさん、みきちゃん、こんばんは。こんばんは。みきちゃんに質問です。はい。みきちゃんは誕生日に何が欲しいですか？何？うん。あ、誕生日？はい。ん？来週の月曜日？うんうんうん。誕生日です。あ、はい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 。うん。月曜でしょ。いや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 、月曜かなと思ってたんだよ。いやいや、いや違うんですよ。実は皆さん、あの、内緒にしてましたけども、はい、あの、もう誕生日がその、もう近いということで、はい、実は今日、俺、あの、プレゼントって言った。本当ですか？はい、もう一応持ってきました。持ってきてるんだ。はい。そうなんですよ。すごいね、誕生日とか知ってたんだ。すごい知ってたんですよ。ね、いや、だって知ってたし、大好きだし。あ、ごめんなさい。なんか変なこと言っちゃって、変なことすいません。いや、別に変なことじゃないし、好きなのはいいじゃない。うん、うん、まあそうか。それはいいと思うよ。はい。基本とこ合ってるよね、その、お互いの共通点はあったもんね。そうですね、キティちゃんが好きっていうのは。結構偶然が。偶然だ、偶然だ、ね。そう、で、誕生日だってことで僕プレゼント持ってきたんですけど。何いや、あのね、何あげようかね、やっぱね。やっぱ悩みましたよ、すごい。はい、まあ、会ったことなかったで、そうですよね。喋ったことないから、どういうのが好きなのかもよくわかんないまま。うん、で、なんか、まあ一応いろいろ考えて、はい、で、一応持ってきたのがありまして、はい、一応ですね、うん、したんですけど、うん、一応この。あ、すごい、何それ、え、何それってよくわかんない。すごいですね。周りの。ありがとうございます。はい、うん、でね、はい。一応そのキティちゃんのご当地、うん、すごい、うん、え、ひまわりもおぎわだろ、はい、おぎわが昔からなんだよね、はい、よくお母さんにね、はい、言われてたんだって。何ですか？そうそうそう、女性は、はい、やっぱ分かんないじゃない、男って、はいはいはい、何をあげていいか、はい、で女の人っていうのは、はい、お花を、はい、もらうって嫌な人はいないと。だから困った時にはお花をあげなさいってお母さんが言われてて、はい、でもその時相手の好きなね、はい、花が何か分かんないから、はい、自分の一番好きな花をプレゼントしなさいって言われてたんだよな。え、そのおじさんがひまわりがすごい好きなんですか？僕ひまわり好きで、はい、でやっぱそのねそのミキティがどういうものが好きか全然知らないから、とりあえず自分の好きなんだよ、好きなものだけで選んだんですよ。いや、その喜ぶんでもらえると思わなかったんです。私ひまわり大好きなんですよ。本当ですか？嘘だ。本当です。え、だって俺の好きなものなんですよ。いや、私の好きなものです。いや、僕犬の名前もひまわり。そうですよ。え、嘘だ。はい、うちも犬の名前ひまわり。嘘だ。いや、本当です、本当です。ひまわり本当好きなんです、俺。大好きで。嘘だ。俺よくわかんないけど、おぎは女性にプレゼントするときは、はい、自分の好きな花をプレゼントするのは本当ですよ。うん。あ、じゃあ、どなたにあげるんでもひまわりを。まあ、今回は、そのね、時期、季節によって違うのね。違うんですよ。その年々で。今、あんまりひまわりの時期では。季節だったら違うだろ、お前。季節だったら、おかしなことになるだろ。まあ、季節じゃなくて、その、年代、その時の年で。年でですか？なんか、やっぱ好きな子ができたりとかすると、はい、なんか、僕にバラが好きになったりとか、うん、なんか、その、あるじゃないですか。はい、ありますね。で、なんか最近、ここ2年ぐらいかな、なんか、ひまわりが好きで。うん、ずっとひまわり、うん。家にもあって。うん、そうですよ、本当、僕に。ありがとうございます。はい。すごい、びっくりした、ひまわり出てきたとき。いや、こっちもびっくりしました、本当に。そうですよね、ひまわりしか知らないですもんね。そうです、そうです。で、まあ普通の質問になっちゃうかもしれないですけど、
ミキティは出身はなんか東京っぽいけど、はい、全然ないんです。北海道、はい、北海道なんですか？北海道です。あ、僕あの北海道から行ってきたんですよ。北海道に。本当ですか？あ、行きました行きました。行った、はい、仕事でつい最近確か北海道行きました、はい、でも俺初めて行くとこで、その北海道でも札幌とかだったらね、よく仕事で行くんですけど、はいはいはい、この間行ったのがもう全く聞いたことないようなとこなんですけど、はい、で行って、はい、したらまあ降り立った途端ですね、はい、すごいなんかいい感じなんですね、そこが。はい、どうですか？わー、なんかね、こう、引き寄せられたみたいなね。はい、はい。で、なんかじゃないか落ち着く、なんかその、はい、お母さんのお腹の中にいた時のような気分。覚えてるんですか？その、いい、なんか、いい感じの気持ちよさがすごいあって、はいはい、あー、これすげーいいな、ここ。なんだろ、こんなの知らなかったんだろうとか、ずっと思ってて。はい、で、まあ、自然もね、すごかったし、はいはい、なんか、なんかね、言ってたな、お前。なんかこの街わかんないけど、なんかビビビじゃないけど、はい、なんかこんな街に降り立ってこんな気持ちになったの初めてだからって言ってたね。言ってたんですね。北海道好きだもんね。好きなんですか？北海道好きで、で、ほんとそこだけをまだたまたま行ってないだけで。あそこなんだっけ、なんていうの？あそこなんだっけな。なんだっけ、滝川だっけ。あ、そう、滝川市。滝川市だよね。仕事で行ったんですか？仕事で行って、うん。仕事で何しに行ったんですか？文化会館みたいなとこあるでしょ、滝川市。はいはいはい。そうですね、ライブでね。ライブで。営業で行って。すげえ。すげえ、なんか、いいとこで、なんか、ね、すごい。あ、ここの人、その、人間もいいんですよね、そこの。はい、ここの人。人間あんまり、いや、でも、いや、今、北海道どこなんですか？滝川の。嘘すごいですね。いや、これはちょっとすごいですね。いや、びっくり。ほんとびっくり。いや、だって、なんか、すごいね、はい、初恋の気分だったよ。なんかしないけど。あ、さっきお母さんのお腹の中に。そう、だからその、なんかその安心感と、はい、そのなんかドキドキ感、はい、初恋のようなドキドキ感で。はい、うん、すごい偶然だね。すごいですね。びっくりした、俺。もう、なんか怖くなっちゃった。滝川市出身なんだ。そうです。いや、小木が、だからその時、ほら、一緒に行ったから、はいはいはい、なんでなんかその街を気に入ってんなと思って、はい、で、今、まさか滝川だとは思わなかったもんね。はい、北海道っていうのは今聞いて思ったけど。すごいですね。いや、俺、あんじゃない？住みたいと思ってたの、言ってたもんね、俺ね、住みたいって。本当ですか？言ってた。最近行ったんですか？ほんとね、2、3週間前だよね、あれね。今、2週、3週間も。雪ありました？雪は、降ってた。まあ結構、でも普段の3分の1ぐらいですもんね、今年は。本当ですか？はい、うん、そうなんですよ。そうね、うん、はい、あとあれでしょ、うん、何ですか？小木の特技。はい、何ですか？あれが得意なんだよね。あれやってれば、あれ構成、兄弟。ああ、はいはいはい、これすごいのよ。はい、前も前から特技で持ってて、はい、人を見る目っていうのがあるのかもしれないんだけど、パッと見て、はい、初対面では分かんないんだよね、喋んないと。そう。今分かったんですか、じゃあ。でも今、5分10分喋ると、はい、もう大体分かんなって、兄弟とか。僕そういうなんか力があるんですよ。で、これ本当今までもよくそういうのやってて。はい、そういうのよくやってたんですか？やってたんですよ。でもね、ライブとかやるでしょ、はい、ちょっとお客さんとかあげて、はい、女の子とかよ、はい、で5分ぐらい喋るとズバリお姉ちゃんいるでしょとか当てる。血液型よくいるじゃん、はいはいはい、こうパッてやってて。そうね、血液型なんかよくそういうお食事会みたいな中でもよくわかるでしょ。食事はだって、あ、食事は、何型かな、血液型は何？O かな、あ、待って、いいっぽいか。いいか。パッと見て、はい、俺すぐ、多分だけど、はい、A じゃない？ A です。そうだ。A？ A です。A 型です。はい。すごい A 型です。まあ典型的な A だよね。はい、確かに。はい、あ、でも A 型、俺も A 型だから、なんか、言われてみたら A 型かなと思う。めっちゃ O とか B とか言ったじゃないですか。いや、言われてみたらね。まあみんなそう言うんだよね。言われてみたらでしょ。A と B は合うんだよね。A と B と。そうなんですか。そうなの？ A と O じゃないですか。俺と小木は B と A ですごい合うから。あ、へぇー。これ B だもんね。俺って小木の女房役って言われてるのね。言われてるか。言われてる。そう。バッテリーで言ったら小木ピッチャーで俺キャッチャーっていうふうに言われてて。はい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 、サッカーで言ったら、小木フォワードで俺がミッドフィルダーね。小木にパスを出すみたいな。はいはいはい、で、
パスを出す側とか、まあ、いわゆる女房役ですよね。僕は A が向いてるって言われてるけど。じゃあ私、女房側です。ああ、そっか、A か。そっか、A だな。そうなんだ。そうですね。結構リードしていくタイプなんでしょうねってことは。いやー、意外とついていくのも、それはそう。まあね、そういうの確かにね。それついていくっていうのもなんかわかる。自分ではそうだと思ってんだろうけど。それ真相心理っていうのはまだ分かってない自分の中で。実際違うんですか。実際多分そういうリーダー的なね、あ、そういうなんか人を引っ張るような感じが、はい、多分今自分では気づいてないと思う。気づいてないですね。すごい甘えん坊だと思ってて、はいはい、でも多分そういうリーダー的なのが似合うと思う。っていうか絶対やった方がいい、そういうのはこれからは。でも次モーニング娘。リーダーですよ。え嘘だ。本当です。あ、本当。はい。あ、そうなんですか。リーダーなんの。あの、はい、吉澤ひとみさんがですね、5月に卒業するので、はい、その次リーダーです、私。あ、じゃあ一番合うリーダーじゃないですか、今までの中でね。合いますかね。だって本当リーダー気質だもん、絶対に。私一番不安なんですけど。いや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 、大丈夫ですか。 A 型はね、意外にあるらしいですよ。へえ、うん、やってみたらものすごい合ってたって感じ。感じです。そうだ、なんか自分でもいけるって感じ、うん、だからサッカーで言ったらフォワードタイプなんですよ。あ、そういうなんか、はいはい、今もほらフットサルとか、はい、なんか今やってますよね。そうですね。あれどの辺なんですか、ポジションとか。一番前ですね。一番前ってことはなんか言い方が違うみたいなんですけど、あ、まあ、ピボっていうみたいですね。ピボね、はい、はい、まあでもサッカー点取りのフォワードですもんね。ああそうなんだ、やっぱ合ってんだ。すごいですね。いやいや、すごいって。小木もフォワードだったからね。そう、そうなんですか。あのサッカーやった時、うん、そう、すごいね。だからわかんのよ、なんか喋ってると自分とになんかすごい似てる感じがするから。あ、フォワードとかそういう。似てますか。うん、似てる似てる。似てますか。うん、ああ、こんな気が合うなんてすごいな。確かにね、合うんじゃない。ちょっと、はい、うん、ちょっと来ましたね、質問、はい、今日はこの、はい、ミッチーの質問もいっぱい募集してますから。はい、ラジオネーム、ポンチョ佐藤、うん、ミキティの好きな食べ物って何ですか、うん、あります、なんか。あります、ミキティの好きな食べ物か。わかります。でもなぁ、喋ってだって今どのぐらい。10分ぐらい、うん、10分、うん、はい、そうね、なんだろうな、好きな食べ物、うん、まあでも俺はあの一応言っとくけど、俺はあの焼肉が好きなの、すごい。あ、そうなんですか、うん、それで、はい、まあ、レバ刺しとかも結構、必ず頼むもの。必ずですか、うん、あ、おぎ焼肉好きだな。まあでも、ほんと週3、4、俺やだもん、俺は。もうなんか飯食いこうとすぐ焼肉焼肉行って、もうやだよって。俺はあんまなのよ。そうなんですか、うん、焼肉が。レバ刺しがとにかくもう食べたくて。美味しいですよね。え、そう、美味しい。女性にしては珍しいね、でもね。え、そうって思う。女性。はい、珍しいなと思って、女性にしたらレバ刺し美味しいってあんまり食べないでしょ。あ、うん、俺だってあのごま塩とかで食べちゃう。はい、ごま塩。ああ、本当。はい。ごま塩、やっぱごま塩選んじゃう。ごま塩タイプですね。美味しいもん。ごま油に塩入れる。はい。そう。はい。あ、それ好きなの？それ好き。5人前ぐらい食べたいしね。あ、一緒だ。いや本当。嘘だ。いや本当最初に必ずレバ刺しなの。はい。レバ刺しでその店のね。そのあれを決める。でもレバ刺し美味しい店とね、はい、あんまの店でね、ちょっと行きたいとこと、はい、そうそうそう、行く店とか結構あれどの辺で食べてんの。どの辺行くんですか。どの辺で食べてんだっけな。そこまで知ってるんですか。いやいや違う違う、知ってるとかじゃなくて。知らない、おぎは何も知らない。俺本当偶然でしょ。いや、おぎは本当に、はい、ミキティのこと大ファンなの、はい、なんだけど、はい、そういうあのなんて言うんだろう、調べるとかさ、ポスターあるとか、そういうファンではないの。そういうんじゃないの。そういうタイプではないから、ごめんなさい、そういうんじゃないんです。そのオタク系ではないんだね。あ、違うんですか。そうだから、でも結構知ってますもんね。まあ知ってたり偶然だったりとかあって。はいはいはい。うん、焼肉どこを食べに行くってね、もう、うん、まあ23区内ですもんね、必ずね、やっぱり行くならね。そうですね。その例えば目黒近辺とか湯洲近辺とかさ、アジアの六本木近辺とか。どの辺ですかね。うん、何、どこですか。まあ恵比寿近辺。近辺ですかね。なんで恵比寿なんですか。なに、なんか恵比寿。お店どこ行くんですか。お店ですか。
お店はほら、うん、まあね、いろいろ行きますよ、だって僕。行きますか。うん、はいはいはい、逆にちょっと聞きたいんですけど、どれへん行ってますだって。私もベタに叙々苑とかも行きます。うん、確かにね。いやでもそれはこれも言うことじゃないなと思ってたんですよ。叙々苑ベタすぎて、はいはい、こういう時ってツーなとこ言いたくなっちゃうから。ああ、うん、そうですよね。うん、であんまりじゃあ知られてないけど、はい、私ここがこの焼肉屋好きってある？あのなんだっけ。うん、千里とかっていう焼肉屋さんも好きです。まあ、まあ、そうっす、美味しいです。知らないですよね。知らないですよね。レバ刺しでしょ。レバ刺しの千里でしょ。レバ刺しの千里じゃないです。レバ刺しの千里ですよ。なんで知らないの。レバ刺しの千里でも。絶対にレバ刺し進めてくるじゃん。大将っつの。大将じゃないよ。いや、大将ってわけじゃないんだ。言わないですよ。そうですよ、大将ですよ。あの、ちょっとさっき、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、今日なんか、なんすかそれ、歯ブラシ、あの、うん、リスナーの方に、はい、3人の方にプレゼントを持ってきました。あ、そうなんですか。はい、歯ブラシを。歯ブラシ、あの、新曲のノベルティーグッズですか、うん、あ、なるほど。はい。それ、未使用のやつ。もちろんです。未使用嫌ですよね、使用してたらね、ちょっと。嫌じゃないですよ。嫌ですよ、そんな。うん、はい。なるほど。じゃあ今日質問メールを、はい、くれた方から3名。はい。にプレゼントと、はい、ということで、優しい子だな、ええ、うん、いきますね。優しい子で。でもちょっと今あの話またもうちょっと戻りますけど、はい、好きな焼肉なんですよね。はい、なんかそのなんていうんだろう、焼肉以外に普段食べるようなアイスとかお菓子とかわかんないな、ガムとか、はい、なんかあるんですか好きなの？珍味とかは好きです。珍味、お菓子とか食べます？お菓子も好きです。へえー、スナック菓子とかは好きです。はい。お菓子は何か。お前もお菓子好きだな。俺お菓子好きなんですよ。好きなんですか。で、今日ちょっと、いろいろ、まあ、食べながらやろうかなって、ちょっと思ってたんですけど。すげえ。何それ。これ、うまい棒です。うまい棒なんて、お前。なるんだよ。確かに、あんまりでも。うまい棒なんて、お前、女のお前、女性のゲスト来てるんだよ。うまい棒買ってくんだよ。もっと可愛らしい棒。確かにそうだね。女性とかあんまりうまい棒食べないのか。そう、好きなわけないだろ、お前。食べますよね、すげえミスった、俺。え、ミキティ、いや俺すごい自分が好きだから、え、食べますよ、ええそうだ食べますよ、食べますよ、はい、え、好きなの、好きですよあ、うまいも好きなんだ、いやすごい偶然、俺自分ちょっとヤバいかなと思って買ってきて、全然うまい棒、ほんともっと人のこと、コンポタージュ味とか、あ、俺ね多めに買ってきたの、たまたまコンポタージュ味、ほらこれ見えるでしょ、すごい、はい、嘘、これ一番好き。コンポタージュ。一番だよね。はい、俺自分の好きなもんばっか買ってきてて、俺ちょっと今怒ろうとしたのよ。人のこと考えてさ、もっとやれと。はい。え、嫌いですか？いや、俺だから、おぎはすごい好きなの、うまい棒が、はいはい。だけど、その、ゲストのこと考えてさ、と思ったのよ。うん、さっきから何でもそうじゃない。まあ確かに自分勝手すぎる。自分勝手じゃない。ひまわりだって自分が好きだからでしょ、はいはいはい。自分の守るばっかと思ったら、うん、偶然だもん、まあ、よかったな、でもたまたまだぞ、たまたまだもんね、これラッキーだ、これラッキーです、好きなんですか、好きですよ、うまい棒が、うまい棒とか好きですよ、あ、そうなんだ、はい、珍しい、なんか凝ったお菓子があんまり好きじゃないです、こう上品な、上品なやつね、こういうのが好きな、俺ダメなのがあのケーキとか、はい、あの生クリームのダメなの、俺ああいうショートケーキとかそれ苦手なの。ケーキはチョコレートケーキなんだよ。わかるわかる。そうだ。え、そうだ。違う違う。俺は言うし、生クリーム嫌いで、大体チョコだもん、俺、ケーキ食べるの。チョコの生クリームはどうするの？いや、生クリーム、チョコ生クリーム？はい。あれはチョコだからまだ食べれんの。だけど、普通の凝った。適当ですよね。適当じゃなくて。いや、おぎチョコレートケーキほんと好き。ほんとですか？ショートケーキは大嫌いなんだよな。そう、ショートケーキ大嫌いなの。生クリームがなんか自分に合わないんだろうな。お前それはでも、ね、まあでもあんまりいないけどね、それはないよね、私ショートケーキ好きでしょ、やっぱりショートケーキ、私イチゴの方があんまり好きじゃないんですよ、ね、あのさ、あのいちご大福とかも最悪じゃない、いちご大福ダメです、 なんでいちごを入れちゃうのかって、はいはいはい、あ、本当、いちごはいちごです、いちごはいちごじゃん絶対、はい、それあんこという、はい、合わせるって考えられないよね、あのショートケーキに頑張って挟めてくれたいちごとか最低です、最低最低、頑張るもんじゃないもんね、そう、頑張るもんじゃない、その素材でいけますからね、そう、練乳かけるのが
っぱり一番うまいの？あ、それは食べれます。まあ、それはね。挟んでます。今違う、練乳はだっていけるよ。あれ挟んでないじゃん、練乳は。いちごを。挟まないでしょ？練乳のいちごは挟まないもんね。挟んでない。これ挟むのがどうしてもやるの？挟んだり包んだりするやつが。そうなんだ、はい。頑張らなくていいんですよね。そう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 。はい、あ、そう。へ、ちょっとあと好きなのは、普通に家とかで何食べるの？おぎは？俺ね、あの納豆とか結構納豆好きですよ。お前ほんと納豆大好きな納豆だ。あの全国の納豆食い歩いてるだろ。結構あるして、 で今一番最近気に入ってるのはその鎌倉の納豆だよね。ああいうのやっぱすごい美味しい。ゲストミキティなんだから、そんな俺にしか興味ないの話すんなよお前。納豆は好きですよ。え、納豆は好きですよ。そうでしょ。本当です。納豆大好きです、私。おかずとかあんまり好きなものがない時とか、納豆ご飯とか卵かけご飯とか好きです。うん、そう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 。ラララララララ、おぎらら。今夜おぎがミキティを相手に男になります。おぎららおぎラララおぎらら、今夜立ち上がれ。世界の若者のアイドル、ザ・ビートルズがいよいよ日本に上陸してまいりました。1966年、ビートルズ来日。警視庁から各局、1968年、3億円事件。新しい元号は平成であります。1989年、新元号平成発表。歴史的ニュースの真相が今明らかになります。スペシャルウィークの伊集院光る日曜日の秘密基地は、私現場にいましたけどスペシャル。歴史的瞬間の現場にいた人にリアルな話を伺います。明日日曜午後1時からぜひ聞いてください。あえない。これを聞けば大人の男がわかる。最も脂が乗った男、それはおぎ。長い長いおぎ曜日、おぎの声がしびれるのよ。好きよ好きよ大好きよ、伝えてほしいおぎ曜日。ちょっとまあ僕も感じたんですけど、はい、リスナーの方も感じてることなんですかね。はい、ちょっと、メール紹介します。ラジオネーム、はい、マジレッサーさん、はい。今気づいたんですけど、はい、小木さんと藤本さんって相性良すぎじゃないですか。はい、実際問題の話って来てますけど。実際問題ですか、本当に。いや、俺も全然そのね、普通に女性芸者として、うん、普通にこの仕事としてやってたんですけど、はいはい、なんでこんなあれなんで相性いいのかなっていう。そうかな。俺自分じゃ全然気づかなかったけど、でも価値観っていうか、その好きなものが一緒っていうの。似てますよね、すごく。確かにそうね。藤本さんはその、あの好きな男性とか選ぶときっていうのは、やっぱりその価値観が一緒な男性とかいうのは、そうですよ。それはでもそうですよね。違いすぎるとちょっと。好きなものが一緒だったりするとやっぱり好きになるんですか。うんうん、そうですね。とか一緒にいて楽しい人とかは好きです。そういう面ではね、好きなもの結構近いから、はい、ご飯とか食べに行くときとかも、ね、そうそう。そうですよ。ご飯とかは合わないと辛いですよね。そうなんですよ。ただ僕本当ね、嫌いなものが多くて、それでだから一緒に食事行ったときに恥ずかしいんですよね。俺なんか残しちゃったりとかするのが、あのブロッコリーとかカリフラワーとか俺嫌いで、結構残しちゃうの。あ、そう、野菜残しちゃダメよ。それだからすごい恥ずかしいの、俺が一緒にご飯とか行くと。カリフラワーは嫌いです。俺もカリフラワーは嫌いなんですよ。そうなんです。いやいや、カリフラワーでもさ、言ってたじゃないですか、カリフラワーは。ブロッコリーは大好きです。そうなの。え、待って、どっちがブロッコリーか分からなかったんだ。緑の方がブロッコリー で白い方がカリフラワー。そうかそうか、俺白い方のこと知って、それ、だからブロッコリーとカリフラワーは一緒なのかと思って。あ、そう。はい。楽しい人好きね。はい、一緒に楽しい人が好きなんだよね。はい、埼玉県ラジオネームシルバーから、はい、なんか今日のミキティは、いつになく楽しいですね。そうか、はい、そうか、そうかで知ってますか。おかしい。そうか、知ってますか。そうか、そう、楽しそう。まあ、いろいろね、いろんなその、話せば話すほど、なんか相性がいいのはわかるんですけど、はい。はい。まあ、実はね、ちょっと藤本さんをお呼びしたのは、いろんな、ことがありまして、はい。ちょっと知ってほしくして、やってほしいこと、お願いがあるんですね。はい。実はですよ、うん。おぎ、
っていうのはね、はい、そのラブシーンを前々から演じたいっていうふうに言ってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、やっぱ芸人だからなかなかないんですね、はい、全然ないんです、うん、そう、はい、でそれをやりたいって言うんですけど、うん、相手役がね、はい、絶対その初めてやるラブシーンは絶対一番好きな人じゃなきゃ嫌だってことで、うん、一応藤本さんの名前をミキティがいい、ミキティがいい言うんですよ、はい、ありがとうございます、はい、本当にそうですよ、でしょ、で一応このメガネビーキだったら、まあ一応自分たちの番組ですし、はい、やってもいいんじゃないかと自分たちの企画が通るでしょ、はいはいはい、っていうことで一応依頼したんですよ、はい、でちなみにあれですか、ラブシーンっていうのは今まで演じてられたことはないですね。あ、はい、ないんですか。ただ映画で襲われたシーンはありました。襲われそうになった。襲われそう、はい、でもラブシーンとかないです、はい、全然ないです。演じてみたいとはちょっと思うんですか。思いますよ。あ、はい、思うんですか。あまあじゃあ演じてないからちょっと想像でいいんですけど、はい、まあ、僕聞いた話によると女優さんっていうのは、はい、そのうん、シーンの現場が盛り上がると、うん、そのキスシーンとかも、はいはいはい、その流れでこうキスしちゃうっていうのを聞いたことあるんですけど、藤本さんっていうのはどうです、そういうやっててもし盛り上がってきたらキスとかやっぱしちゃうんですかね、はい、必要ならばするべきだとは思いますけれども。あ、そのシーンにね、はい、役に入り込んじゃうとやっぱそうなっちゃうんですよね、はい、だったりとか、はい、あ、自然にいけない、する必要があるんであれば、はい、確かにそうですよね。お互いが本当にこう入っていっちゃってしなくてもいいシーンでも、うん、本当に入っちゃったらした方がね、うん、そうですよね。そうですよね、はい、そうなんだ、なるほどね。じゃあまあまあそれはまあよくわかんないですけど、一応じゃあ小木が、はい、ラブシーンをね、はい、演じたいって言うんですけど、はい、ちょっと付き合ってもらっちゃっても大丈夫ですかね、はい、ちょっと全然、はい、大丈夫ですか、本当にいいですよ。あ、そうですか、はい、分かった。いやーね、本当断られると思ってたからさ。本当ですか。じゃあ一応小木にとっても、はい、リモスさんにとっても、はい、初のラブシーンです。すごい、これもまた合うね。じゃあね、どういうあれなの、内容なのかちょっと教えてくれる？はい、一応僕考えたのがですね、うん、まあこれちょっと憧れてたシチュエーションなんですけども、はい、浜辺で寄り添う恋人なんですよね、うん、まずカップルがいまして、うん、はい、そこにはまあ男がその恋人にね、うん、そのアメリカへ行くことを告げるシーン、アメリカに行ってしまうんですけど、うん、もう会えなくなっちゃう、はい、うん、ベタですね。いや、ベタって別、まあでも僕もベタと思いました。それが一番感動ですね。そうなんだ、ね、一番入りやすいの、やっぱ、はい、うん、じゃあそれで大丈夫ですか。はい、そちらの方ちょっとね、台本じゃあ渡しますので、はい、来ました。うん、台本ありますよ。はい、こちらね、藤本さん大丈夫ですか。はい、大丈夫です。台本あります。あります。じゃあ一応二人は役者です。僕監督やりましょうか。はい。あ、じゃあすみません、お願いしますね。はい。じゃあよろしいですね。はい。はい。それでは小木の考えたラブシーン。はい。いきます。よーい。アクション。藤本さん。藤本さん。待って。なんでほら、ラブシーンですから。すぐ今、笑い声入っちゃってますから。全然入れないです。まあでも楽しいんだろうね。ああ、そっか。もう、そういうことだったら、もうカップルしょうがないですね。楽しいんだもん。まずね。はい、笑いが絶えない。ニコニコ今、すごく笑ってたんだね。そこで急に切り出されるの、おぎに。そう。はいはい。わかった。はい。じゃあ、ミキ、笑ってていいですか。うん。よい、アクション。すごい楽しいね。楽しいね。ね、あのさ。何？あ、いやいやいや。うん。何でもない。なーに、教えてよ。いい、何でもないって。教えてくれないと嫌いになっちゃうから。うん。ミキ？嫌いになっちゃうから、ふふふふじゃなくて。ちゃんとこれほら、女優さんですから。ね。おぎ買ってんだよね。そう。はい、余裕としてのミキティを俺すごく買ってて、私あんまり女優業やったことないんですよ。いやでもやっぱそういう力を持ってると思ってたの。あ、本当ですか。すげえ買ってんだよな。そう、はい、うん、だから、ね、俺最初からですよ。急に俺か、はい、変わったでしょ、なんかこう雰囲気が。変わりましたけど、そこでそれが面白いです。はい、面白いとかじゃなくて、もっと感情込めてやってください。はい、お二人とも最初からですよ。はい、いきますよ。はい、よーい、アクション。あのさ。何？うん、何でもない。何、教えてよ。いやいや、何でもないって。教えてくれないと嫌いになっちゃうから。うん、
いやね、実はさ、俺、俺アメリカに行こうと思ってんだ。アメリカに行ってさ、デザイナーになりたいんだよ。え？それってミキティ？ミキティってさ、そんな笑いこらえながら言うセリフじゃないでしょ。大好きな彼がアメリカに行っちゃうの。え、そんなにアメリカに行ってデザイナーになりたいっていうのは超バカにしてるってこと？俺には向いてないってことだろ、これは。え、それって言ってたら笑いこらえながら言っちゃうと超バカにしてることになっちゃうわけ。喧嘩になっちゃうよ、そこ。何あんたバカじゃないのって言ってるみたいになっちゃうわけ。そうですよね。ね、うん、はい。これはすごくびっくりしないと。え？え？ってそのびっくりして、もうそこからも真剣ですよね。深刻な問題ですから。そうですよ。大好きな彼がアメリカ行ってデザイン5年。あ、まだ行ってないから。そう言ってない、言ってない。ちょっと熱くならない、熱くならないで。いいですか？はい。ちゃんとやってください。はい、お願いします。これは。よい。はい。アクション。あのさ。何？うん、なんでもない。何？教えてよ。いい、なんでもないって。もう教えてくれないと嫌いになっちゃうから。いいね。実はさ、俺アメリカに行こうと思ってんだ。アメリカに行ってさ、デザイナーになりたいんだよ俺。え？それってどれくらいかかるの？いやいや、それはね、いつまでとは言えない。5年かもしれないし、10年かもしれない。そっか、しょうがないよね。秋広の夢だもんね。秋広じゃない。広明って書いたでしょ。なんでこれ業界用語で言っちゃうの。広明だよ。別に広明を業界用語にしたら秋広じゃねえけど。裏返しでさ。秋広に間違えた。そうよ、広明でしょ。広明の夢だもんね。業界長いから。感情が入ってないから。ミキティ。顔も、おぎの顔を見れないです。何見れないって。いい？実は俺アメリカに行こうと思ってんだと。はい、はい。あ、じゃあいいや、ミキティの。はい。え、それってどれぐらいかかるのぐらいから行こうか。そうだね。ね。はい。はい、よい、アクション。え、それってどれくらいかかるの？まあいつまでとは言えないし。5年かかるかもしれない。いや、10年かかるかもしれない。そっか、しょうがないよね。ひろあきの夢だもんね。ちょっと寂しいけど。俺は約束する。何年かかろうが絶対デザイナーってミキを迎えに来る。デザイナーってちゃんとデザイナーってください。デザイナーってなんですか。俺は絶対デザイナーってなんですか。言いましたもん、デザイナーって言いませんでした。ちゃんとそこ行って、はい、海に向かってから、はい、海に向かってちょっと言う感じで、ね、はい、俺は約束する。何年かかろうが絶対デザイナーになってミキを迎えに来る。だからそれまで待ってほしい。私待ってる。ひろあきが夢叶えるまで待ってる。ひろあきが大好きだから。俺だって大好きだ。浮気したら許さないから。ミキ、ひろあき、ほらミキ、ほら、ひろあき、ほら、何ミキ、何ちょっとミキティ、そんなに笑って無理でしょ。はい、カット。ちょっと何よ。全然だよ。ダメですか。全然もうさ、終始やっぱ真剣さが伝わってこないね。そうですか。役に入ってないでしょ、ちょっと。役ない人らすごい悲しいことよ。10年もいないかもしれないんだから、ね、これね、ちょっとね、分かった。何ですか。このシチュエーション、この台本がミキに合ってないんだと思う、俺。なるほど。ベラすぎてだな。なんか笑っちゃってできないと思うんだよね。やっぱね、演じやすい。まあ、もうものすごくプロのさ、はい、何役も演じてる人だったら何でもできるよ。はい。やっぱミキティは、私も初なんで今日。初だから、はい、台本もで、いろいろ変わってくると思うのよ。はい。なるほどね。違う台本ある？あります。ちゃんと用意してあるんです。こうかと、もうこうなると思いました、ね。ちょっと思ってたんですけど。俺これ合わないと思うから違うやつ。やっぱ合わなかったか。でも次はすごい合うんです、これは。もう一発やってみようか。はい。はい、これ名作ですよ、これは。はい、僕の中でもこれは、はい。まずシチュエーション的にはね、帰り道の二人なんです、これは。はい。二人は会って、間もなく、仲も、あ、会って間もないが、仲も悪いが、そしてお互いを気にしてる二人なの、これ。おぉ。会って間もないけど、はい、そして仲も悪いんだけど、はい。
なんかこう気になってる。あー、仲が悪いっていうね。だけどちょっと好きなんだけど仲悪いみたいな感じ、お互い素直になれないっていうのかな。なんか仲悪い二人なんだ。いつも文句ばっか言ってるけどね。はい、うん、こういうやつ。じゃあ台本見て言ってますね。はい、言ってますね。でちょっとやってみましょうか。うん、じゃあ行きますよ。はい、よーい、アクション。なんや、ついてくんなや。うるさいボケ、うちの帰り道もこっちや。嘘つけ。嘘やない。はは、自分俺のこと好きやな。ふざけんなボケ、なんで私がお前みたいなボンクラのこと好きにならなきゃいけないんや。そういうお前が私のこと好きなんやろ。悪いか。え、好きや、めちゃくちゃ好きな。お前のその生意気なとこ、ムカつくとこ全部好きや。ムカつくわ、なんで先言うねん。全部私が言おう思ってたんや。こっちかてムカつくわ、こんなに好きでさせんなボケ。ちくしょう、好きや、めっちゃ好きや、お前がめっちゃ好きやねん。好きやねんなあ、ええやろ。なあ、ええやろ。ウィキティ好きやねん俺。笑ってると、ええやろって言われる。ほらほら、わかります。大体今の感じ使いました。使いましたね。はい、使いました。はい、これがちょ、喧嘩する感じでもうちょっとお互い見合って、はい、喧嘩ですよこれ。はい、そうですね。まあこれわからないかな。喧嘩すごい、すごい、ね、今おぎがすごい熱くなってるでしょ。熱いですね、うん、ミキティも熱くなってるんですよ。うっさいボケ、はい、うちの帰り道もこっちや。はい、いきますか。感情入れていきますよ。はい、笑っちゃダメですよ。はい、もう一回いきます。はい、よい、アクション。なんや、ついてくんなや。うるさいボケ、うちの帰り道もこっちや。嘘つけ。嘘やない。はは、自分俺のこと好きやな。ふざけんなボケ、お前、なんで私がお前みたいなボンクラのことを好きにならなきゃいけないんや。そういうお前が私のこと好きなんやろ。悪いか。え、好きや、めっちゃくちゃ好きや。お前その、お前のその生意気なとこ、ムカつくとこ全部好きや。ムカつくわ、なんで先言うねん。全部私がよう思ってたんや。こっちかてムカつくわ、そんな好きにさせんなボケ。ちくしょう、好きや、めっちゃ好きや。お前がめっちゃ好きやねん。好きやねんなあ、ええやろ、ええやろ。あかん、あかんだな、あかん言うなや。なあ、ええやろ、なあ、いや、なあ、いいやろ。いや、自分ええやろ。いや、その続けて。好きやねん。いいよ、続けて。やだ、見てる、見てる。こっち来いや。なあ、好きやねん。ちょっと待って、ちょっといい。何これ、全然ラブシーンじゃねえじゃん。そのものすげえ笑ってる感じ。ラブシーンってそんな笑います、普通。だってまず関西弁じゃないですもん。いや、でもこれ内容としてはいいですよ。これはすごい、内容としてはすごいです。お互いこのなんや、自分なんや、はい、この男なんかすごいいいじゃない、うん、あの好きや、めちゃくちゃ好きやみたいなこと言った後に、そのミキティが何で先言うねんの、はい、このセリフとしてはすごくいい、すごいいいセリフだよね。そうだよ、じゃあこう言い慣れてない感が、うん、やっぱり辛いですよね。そうか、やっぱり難しい、イントネーションとかこう難しいですよね。そうか。大阪弁きつい。そうですね、憧れますけど、うん、ちょっとまだダメみたいですね。なんかね、ラブシーンって感じにしないんだよね。ああ、そう、うん、ね、すごい好きな感じだったんだけどね、俺こういうの仲悪い感じで、うん、これ俺も可愛いですよね。可愛いよね、はい、こういうのね、うん、ダメ、うん、ダメなんだ。可愛いですけど、ちょっと関西弁がね、やっぱりこう、お人って関西弁じゃないですよね。まあやってみて、ちょっとあんま関西弁もうまくなかった。ムカつくわーみたいな感じもね。ムカつくわー、はい、で、ここに関西人が一人もいないから、そうですね、全然わかんないけど、多分すげえイントネーションで合ってんだよね。これダメ？そうねか。はい、他ないですか、うん、どうしよう、じゃあ。うん。行くじゃ、違うやつ。ありますか？行こっか。次も一応用意してますから。ね、一応次のシチュエーション的にはですね、はい、まあ、あの中世ローマの、まあ、伯爵がですね、はい、まあ、人の妻の、あと5分だよ、あ、人の妻の屋敷に乗り込んできた、別に関係ないよ、ミキティには関係ない話なんだけど、そうそう、うん、あと5分だよ、ね、分かった、中世ローマの伯爵が人の妻の屋敷に乗り込んできた設定なんです、これ。はい、外人さんってことですか？そうですね、はい、まあでもちゃんと日本語でちゃんと多分ね、はい、その日本語の方がやりやすい。小木は伯爵なのね。僕は伯爵です。小木伯爵ですか？そうです、はい、小木伯爵ね。はい、わかりました、はい、なるほど。じゃあ行きますか、はい、よーい、アクション。誰なの？私ですよ。
オギー伯爵、どうしてここに？あなたを迎えに参りました。何を言ってるんですか？私には夫がいるのですよ。そんなことは関係ありません。私の太陽のような情熱はそんな常識を打ち破ってみせましょう。オギー伯爵、さあ行きましょう。私と共に。さあ誓いのあれを、誓いのあれを、さあ誓いのあれをどうぞ。どうぞって何？どうぞって言われましても。どうぞ。オギー伯爵、誓いの。オギー伯爵、さあ私の方へ。誓いのあれを。結構です。いつもの誓いのあれを。いつもはしてないんですよね、これね、きっとね。お前らラジオ舐めてんのか。ちょっとあれかな、なんだろうな、学芸会みてえなよ。なんだこれ。でもこれが一番今までの中で、ねえ、俺もそう思ってたの。これが一番なと思ってたの。誓いのあれをで、なかなかさ。はい、誓いのあれを。そう、こう責められてするものじゃないですもんね。なんかね、はい、ちょっとなんかシチュエーションが良くないんだよね。そう、真面目にやってくれるんだったら、ちゃんと二人がものすごくね、はい、入るんだったら俺は一番最初のが良かったと思うよ。ああ、あれね、これをマジでやったら意外にいいと思うよ。マジでやってみよっか、はい、じゃあちょっとこれをもう絶対に、もうね、頑張ります。入らないといけない。荻のこと好きだと思わない。はい、あ、そうなの。役に入る前にまずこれがまずここでカップルの役なんだから、はい、俺のこと好きだ好きだってすごい思ってないで。はい、うん、これ人柄役だ。好きです、好きです、好きです、ね、聞こえないよ、はい、好きです。おお、はい、好きです、もう言って、うん、好きです。そう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 、あと2分です。うん、はいはい、あ、2期ね、感じられないよ、はいはい、うん、じゃあ行こうか、うん、はい、よい、アクション。あのさ、何？いや、なんでもない。何、教えてよ。いや、なんでもないって。もう教えてくれないと嫌いになっちゃうから。いや、あのね、実はさ、うん、俺アメリカに行こうと思ってんだ。アメリカに行ってさ、デザイナーになりたいんだよ。え、それってどれくらいかかるの？いつまでとは言えないよ。5年かもしれないし10年かもしれない。そっか、しょうがないよね。ひろあきの夢だもんね。ちょっと寂しいけど。俺は約束する。何年かかろうが絶対デザイナーになってミキを迎えに来る。見つめて見つめて。だからそれまで待っててほしい。私待ってる。ひろあきの夢が叶えるまで待ってる。ひろあきが大好きだから。どうして笑っちゃう、そこ一番いいとこだから。そこ笑っちゃう。ひろあきが大好きだからのところ、ほら気持ち入ってる。ひろあきが大好きだから。俺だって大好きだよ。浮気した許さないから。ミキほら、ひろあき、何ですか、おぎさん、それ失礼しちゃった。何ですか、何ですかって何、何ですか。いや、いや、ちょっとドラマあれかな。ちょっとあれかな。惜しかったな、本当に。もう時間、おぎさん、ちょっと待って、最後のところで、ちょっとミキ様、はい、何ですか。ミキ様、お仕置き希望ぬ。あー、終了ですね。お仕置き希望の早、はい、遅かったか。ちょっと、ね、もう5秒早く言ってれば、お仕置き希望のを。あー、そっか、ということで、はい、終了の合図ですね。終了です。終わっちゃいましたね。はい。というわけですので、はい、今夜どうもありがとうございました。ありがとうございました。終わっちゃったんだ。そうです。はい、何か告知の方あったらですね。はい、あります。はい。はい、あります。あります。3月の21日に、はい、モーニング娘。の8枚目のアルバムが、うん、セクシー8ビートが発売になります。おそして、そのライブがですね、ありまして、3月17日から、ハーモニーホールザマ。うん、からありまして、うん、5月6日の埼玉スーパーアリーナまであります、うん、おー、はい、埼玉スーパーアリーナ、よっちゃんが卒業になります。
あ、そうなんですか。はい。で、リーダーになっていく。リーダーになります。おー、リーダーになるんですね。リーダーになる姿を見れるんだったら。見に来てください。本当に見に来てください。行きます、行きます。本当ですか？絶対。ただ行った場合は、何ですか？ミク様。お仕置き希望です。気持ち悪い。気持ち悪い。行った場合はミク様、お仕置き希望です。お仕置き希望です。だって5月。本性出しやがったな。お仕置き希望です。そうですか。はい。なるほど。じゃあ、その、まあ、アルバムの中の曲なんですかね。はい。今日曲をかけていただけるんですか。いいですか。じゃあもしあのかけていただけるんだったら、やった。はい、曲の紹介の方です、うん、はい、もう発売になってるんですけれども、はい、新曲で、うん、笑顔 Yes ヌード。はい、ということで、はい、今夜のゲスト藤本美貴ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。鬼の魅力、いや魔力を今夜ついに全開します。ロマンティック恋の花咲く奥義モード、ロマンオギティックな恋が始まりそう。林や菊蔵です。広告っていうのは一方的に伝えるだけではなくてご意見もいただいています。それが日本広告審査機構 JALO。 広告についての苦情やお問い合わせを JALO が聞くぞ。 03-3541-2811 で聞くぞ。 JALO に聞いてみたらどう。 JALO。 この後深夜3時からはエレン型のコント太郎。金曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーチ。そうだよ、俺はイタリアンだよ。いやー、最低だなお前は。あ、そうですか。もうさ、うん、全然なってないんだよ。最初のも平地らしいんだよ。まあ、じゃあダメだった。あれ一応ダメ出しメールとか来てるからね。うん、うん、はい、ラジオネームポンチョ佐藤、うん、おじさんはキスが早くしたいがために、うん、先走りした感じがします。おお、そりゃそうだよ。そうか、ね、そんなに見えなかったけどね。だってあのお前最初のあのひまわりの出し方とかもちゃんと言ったろ。最初に最初言ってた。全部俺が説明しちゃってたじゃないか。あれうまかったやはりあれ俺がミスったからだよね、あれは。うん、茨城県ラジオネームライト、うん、小木さんひどいですね。うん、あのえ嘘だは特にひどいです。あれひどかったですよ。嘘だが。ラジオネーム浜猫、小木さん下手、ド下手と。うん、ね、ラジオネーム貧弱ロードローラー、はい、小木さんただの変態みたいになってましたよと。そうだよ。ラジオネーム最後のアンチテーゼ、小木さん今週はスペシャルウィークですよ。分かってますかと。分かってる、そんなことは。来てんですよ。ね、他はあります？埼玉県角谷13歳。うん、ミキティにはラブシーンは合わないよ。かっこ汗。ミキティには歌が一番合うと思うよ。13歳の子が。うわー、そっか。もうね、全然ダメ。そうだったかね。あんなじゃできないよ。できない？できない。まあまあそっち、まあそのできないって言ってますけども。うん、大失敗ですよ。え？大失敗？うん、ああそうですか、ええ。大失敗だと思ってるんですか。ええ、あれどうでした自分的な感想は。いや俺はもう全然もう皆さんそうやってね大失敗と思うかもしれませんけども、うん、俺的にはもう大成功ですからね。これは言ったら大成功です。これはこの企画大成功っつってんの俺。いや成功じゃない。お前はキスがしたかったんでしょ。できなかったのが大失敗でしょ。ちょっと笑わせないでよ。ちょっとあのね、うん、ミッキーがね、うん、持ってきたこのペットボトル水ね、これ、うん、これを置いていきやがったよ。最低、お前最低な人間だな。ミキティこのね水飲んでんのよ。これ置いていきやがったんだよ。お前ほんとひどいぞ。ずっと見てたんだよ。ずっとこ見てたんだから。置いてけ置いてけと思って。ずったら置いて出ちゃった。そんなんで成功なのお前。いやこれ成功でしょうよ。これミキティ飲んでたんだよこの水。気持ち悪いな。半分残ってるし。気持ち悪いなお前。いやー、やったよ。お前ほんと引いてるぞ、リスナーは。やったよ、俺。お前最低だと思うぞ、その置いてったやつ。頑張ったもん、俺。水置いていけなかったよ。最初からほんとにそれが目的だったとしたら。
本当にキモいよな。それをゲットしたいがための企画だとしたら。いやでもそう、いやこれは、いやもうこれもちょっとはあったかもしれませんよ。気づかなかったけど。これはしんどい。すげえ水持って帰って。お前これ帰りがけにミキティがお前車の中とかそれ聞いてたら、これ、うん、もう最低だぞ。聞いてんのかな。いやだってお前今帰ったんだから帰り車とかでもしかしたら最後私の話してるかもしれないと思って聞くかもしれないじゃん。そしたらお前ミキティの置いてったこのペットボトルを小木が舐めようとしてるみたいな。それ嬉しくない？女から嬉しいわけないじゃん。気持ち悪いじゃんそれゲットしたみたいな。最低じゃん。そう？いやでもしたものはしたからもういいよ俺は。これでこれで満足です俺。それをゲットしたっていうね。最低だな。水を持って帰りや、置いてきやがったあの人よ。気持ち悪いな。まんまと置いてきやがったもんね。ああ。帰るときにちょっとこう話とかをしながらさ、うん、ここに、集中させない、水をこう忘れさせるために俺、わざとしく喋ってたから。確信犯じゃねえかよ。もう最悪だよ。置いてきやがった。ああ。まあこれがもうちゃんとゲットしたから、失敗ではありません。まあそれは没収しますけどね。募集はしません。いやそれはもう募集ですよ。募集はしません。絶対に許しませんそういうのは。いやこれはもうちゃんと僕の手柄ですから。うん。そして、はい、今日のね、うん、ミキティがからのプレゼント、はい、ありましたね。歯ブラシセット。歯ブラシね。うん、これ3名の方にですね、選んで、お送りしますが、はい、発表は来週いたしますので、うん、皆さん。今日読んだのメールの中から3名様にですね。モーニング娘。のだね。そうです。ミキティが持ってくれたこの。うん、歯ブラシセット。セット、これいいですね。3名様にプレゼントします。うん、来週発表します。はい。はい。さあ、ということで、今週はミキティをですね、迎えてお送りしましたが、うん、まあ、結果的にはね、キスはできませんが、はい、でしたが、まあまあ、面白くできたんじゃないんですか、小木さん。でも、俺的にはもう大満足ですよ。ですよね。もう。喋れて嬉しかったでしょ。嬉しい、嬉しい。本当嬉しいわ。うん。かわいいね。一応ね、メールも来てます。はい、埼玉県ラジオネーム、トゲのないバラ、うん、小木さんの変態野郎と。何それ？ラジオネーム、はい、愛上尾、うん、小木さん、本当にキモいです。本当に、本当にです。まあまあまあ、ミキティ自体が俺のことキモいと思ってないからね。いや、俺ミキティ思ってると思うよ。思ってないですよ。うん、ということで、今回ミキティを迎えてお送りしました。というわけで、小木焼のメガネビーキは、今夜もそろそろ終わりと。はい。この後は、金曜ジャンク2、エレカタのコント太郎です。皆さん、さよならって言ってもちょっとまだ早いですか。じゃあ、小木最後一言。はい、うん、ミキティ好きだよ。さよなら。気持ち悪い。さよなら。